あ、こんにちは皆さん。今日もゲームが楽しいから幸せ、東北キリタンです。今日から新しいゲームを実況していきます。でも、このゲーム、一人で実況するには超おっと物足りなくて。なので、ウプ主にお願いして。あ、来たみたいです。ちょっと静かにね。おい、キリー、面白いゲームが見つかったって本当？ということで、ウナをお迎えしてもらいました。お迎え？どういうこと？なんでもないない。まあいいや、面白いゲームってなんだい？ストーンハースっていうゲームなんだけど。あ、ウナ知ってるよ。カードゲームでしょ？それはハースストーンだ。まあまあ、とりあえず見てもらったらどんなゲームかわかるから、早速やろうよ。ほい。はい、これが今回実況していく、ストーンハースです。スタート画面だと何もわかんないね。なんか、資源を集めて、村を作って、戦ったりして、発展させていく、みたいな。似たようなゲーム、いくつか聞いたことあるぞ。マイクラとか、ライズトゥーレインズとか、リムワールドとか、いくつかやったことがあるゲームと似てるかもしれません。多分、その感覚で進めていっていいと思います。それじゃあ早速、ゲームを始めましょう。二人いてもパソコンは一台なので、シングルプレイヤーです。さすがにウナはゲーム用のパソコンは持ってないしな。この物語は、勇敢な開拓者たち。おっと、ここで選択肢が出るんですか。あらすじで難易度を決めるのか、斬新だね。まあ、ほぼ初見なので、初心者用のモードを選びましょう。The Ascendancy、ハイエート勤勉の王国。つまりブラックということか。夢を壊すな。新しい国と冒険を探して、彼らが向かった先は。マップも選択できますね。まあとりあえず、標準で。あんまり特殊なことしてもね。ダークムーアの森。ダークオークの森？ダメじゃん。立ち入り禁止じゃん。それ違うゲームだし、そのゲームでも普通立ち入り禁止じゃないから。あ、難易度は3種類あるんですか。どうする？最初だし、ピースフル？うん、侵略要素も遊んでみたいから、今回はノーマルにしてみるよ。大丈夫かな？その場所が刺激的な場所であると確信して、新たに乗り出す。このキリタンの選択が、まさかあんな結末をもたらすとは、今の二人は知る由もない。変なナレーションつけないでください。まずは最初の5人の入植者を設定しましょう。ステータスの確認と見た目の変更ができます。ちなみに、モッドを入れているので、私たちボイスロイドたちを参加させることもできます。いいじゃん、みんなで楽園を作るのだ。それで、思考とか、肉体とか、精神とかあるのはなんだ？これは入植者の能力だね。思考は、いろんな作業の生産性とか、経験値の溜まりやすさ。肉体は戦闘時の体力で、精神は高いほど、敵に勇敢に突っ込んでいけるらしい。そんなことが、ウィキに書いてありました。ほぼ初見プレイだから、ウィキに頼るしかないよね。襲撃のあるモードの場合、ものづくり担当と防衛担当、両方を任命する必要があるので、それぞれの得意分野が活かせるような構成がいいですね。なお、リセマラし放題です。理想の入植者を手に入れるなだ。しっかり厳選して、5人の入植者が決まりました。ちなみに、入植者には固有のステータスもありまして。例えば、あかりちゃんの場合、大食感、つまりたくさん食べて、体力の回復速度が速い、というステータスがついています。キリにもそのステータスついてるけど、どうなの？私はズン姉様の太ももを食べるのが大好きなので、合ってますよ。キリ、それ、ただの変態だぞ。あとは、植物の声を聞けるから姫ちゃんとか、そんな感じの選択理由です。そういえば、ウナがいないじゃん。どうして？まあ、どうせすぐ入植者は増えるみたいだし、すぐ登場できるって。なお、入植者の名前を変え損ねたことに気づくのは、もう少し先のお話である。それじゃあ次に、キャラバン隊の初期装備を決めましょう。食料が多い構成、お金が多い構成、職業に就きやすい構成。お、薬草医ってあるじゃん。これにしたら。いや、今回は食料が多めでいいかな。どうして？これも調べたんだけど、薬草医への転職、結構すぐにできそうなんだよね。ふん、なんだかよくわかんないけど、キリがそれでいいなら。じゃあ数日分の食料を持って、ゲームスタート。マップが生成されました。この中から、入植する地点を決めます。本当にリムワールドみたいだな。どうもウィキによると、山岳に近い場所がいいとのこと。鉱山資源が必要になるのかな？でも、ゲームの基本は木こりだし、水も絶対必要だろうし。じゃあ、木もあって水もある、ここにしましょうか。まあでも、正確な入植地点は、この後決めるみたいなので、大体で。ワールド生成開始、ワクワク。でもワールド生成は、バッサリカット。ほい、ここがこれから暮らしていく場所になります。おお、ブロックブロックしてるな。
雨が降ってて幸先が不安ですが、まずはここが入植地である証として旗を設置しましょう。山岳の近くがいいって言うなら山の中腹あたり。うん、そこがいいでしょう。でもこの世界の入植者たちは高低差が苦手で、はしごを設置してあげないと山を登れないみたいなので、そこを考えておかないとね。というか段差が大きすぎるよ。それじゃあこの辺にしましょうか。ほい、今ここに私たちの新たな楽園が誕生です。ウノはいないけどな。見てください、入植者たちもブロックブロックしてるんですよ。みんなで温まってる、かわいいな。雨が降ってて寒そうですし、早く快適なお家を作ってあげないとね。さてこの世界に来て最初にやること、それはズバリ素手で岩盤まで直下掘り。高さ縛りでもやっとけ。最初は木こりですよ。木材がないと何も始まらないのはいつだって一緒だよな。で、それはどうやってやるの？下に並んでるいくつかのアイコンのうち、斧みたいなアイコンを選んで、木のアイコンをクリックして、切ってもらいたい木を選択していきます。こんな感じで、一つずつ指定していくこともできますし、範囲指定で一気に設定することもできます。設定したら、入植者たちが動いて、木こりをしてくれます。みんな働き者だな。まあ、働かないと死ぬからね。でも、切った後の木材がその場に転がってるね。保管場所を設定してないからね。場所の設定はどうするの？これまた下のアイコンの点線で囲まれた四角形をクリックして、木箱みたいなアイコンをクリックして、範囲を指定すれば、そこが保管区域になります。ということは、野ざらしか？後で収納アイテムも小屋も作れるから、とりあえず仮置きね。それ一生そこに置いとくやつだぞ。それじゃ、木材と初期アイテムを収納スペースに運んでもらいましょう。入植者の動きが可愛いね。彼女らの動きを眺めるというのも、このゲームのいいところかもね。ところで、奇妙な鳥が、っていう通知が来てるけど。なんだろうね、開いてみようか。なんか、手紙を加えてるみたい。なんだろう。あ、長いなこれ、あかねちゃん要約して。しゃあないな、可愛いあかねちゃんが、要約してあげるで。今思ったけど、どこから話しかけてるんだろう。簡単に言うとな、入植地の名前と、旗の種類を選べっちゅうことや。旗の種類？そう、旗の種類によって、追加効果がつくんやって。なるほど。じゃあ、まずは名前を決めましょう。かっこいい名前にしてくれよな。それじゃあこの入植地の名前は。キリタン町。鳥さんかな？なんか、なんとなく語感が良かったので。だとしてもこれはひどい。じゃあ旗の種類を決めまーす。旗はいくつかあるみたいで、農林業がパワーアップする旗とか、鉱物資源が多く取れる旗とか、交易がうまくいく旗とか。どれにする？やっぱり、私は工業とかそういうのが好きなので、鉱物資源増加の旗にしましょう。そう言うと思ったよ。はい、ただいまをもって、この場所は、キリタン町になりました。皆さん、移住してきてくださいね。家もないのに移住してくるかい。旗を設立すると、セレモニー的な何かが開かれるみたいなので、それを見ながら、今回は終わりにしましょう。今回は終わり？どういうこと？知らないの、今、実況撮ってるんだよ。マジ？だからキリが敬語使ってたのか、おかしいと思った。うえへへへ。それよりさ、セレモニーの様子を見なよ。まあ、これは可愛いね。早くウナにも参加してもらわないとね。それじゃ、今回はここまでにしましょう。また次回をお楽しみに。勝手に実況始めちゃってごめんね。いつか実況やってみたかったんだ。それはよかった。これからたくさん実況しようね。やったぜ。今回もストーンハウスの実況やっていきましょう。前回は町の名前をダサくして旗を立てたところだったよね。あれはダサくない、ダサくないんだ。それで今回は木材を使っていろんなものを加工していこうと思います。わーい。木材を加工するには入植者の誰かを木工師に任命する必要があります。誰でもできるわけじゃないんだ。木工師は思考能力の高い人がいいと思うので、聖火さんにしましょう。そういえば名前変えてないね。あ、本当だ、後で変えておこう。はい、では聖火さんを木工師に任命します。ワインダルとか作るか。この人、お酒のことしか考えてないよ。この世界でお酒が飲める人、聖火さんだけですからね。あ、そうそう、入植者を新しい職業に任命するときは、固有のアイテムが必要になるみたいです。木工師になるためのアイテムだけは、最初から与えられてるみたいですが。さて、それでは、聖火さんに最初のお仕事をお願いしましょう。
下のアイコンたちから金床のアイコンを選択。そしたら木工の制作メニューから制作する品物を選びます。まずは作業台を作りましょう。このゲームも作業台がないと始まらないんだね。ここで薬草医の杖も作れますが、ハーブさえ手に入ればいいみたいです。だから初期アイテムには選ばなかったんだね。聖火さんが作業を始めたみたいです。いや、あかりちゃんをハンマーで殴ってるようにしか見えないんだけど。ただのグロ映像である。あかりちゃんをハンマーで叩いたら作業台ができました。その言い回しやめて。この作業台、作っただけでは使えません。設置アイコンをクリックしてちゃんと設置してあげましょう。なお、さっき言ってたはしごもここで設置できます。作業台、どこに置こうか。木材倉庫の近くに置いた方が効率がいいだろうし、作業場はあったかい方がいいだろうから、焚き火と倉庫の間にしましょうか。焚き火が燃え移りそう。そして倉庫に炎症しそう。ダメじゃねえか。とりあえず作業台の設置はできたので、作れるものの幅が広がりました。また聖火さんにお願いして何か作ってもらいましょう。まずは山積みの丸太にしましょう。これって何？木材をいくつか固めて1マスに保管できるやつですね。みんな大好き圧縮だね。木材は大量に在庫を抱えるので、こうやって圧縮した方がスペースの節約になります。あとは木材に限らず、いろんなものを収納できるチェストとか。では、聖火さんが木材を加工する様子をしばらくご覧ください。よいしょ、よいしょ、よいしょ。今日のおつまみは唐揚げだな。唐揚げ食べたいっすね。わかる。お、ちゃんとノコギリでギーコギーコしてる。ほい、加工完了。そうそう、このゲームの職業にはレベルがありまして、経験を積んでいくとレベルが上がります。レベルが上がるとどうなる？知らんのか？レベル上げが始まる。いやいや。ごめん、つい流れで。レベルが上がると、作れるものが増えますね。あとは、作業速度も上がったりするのかな？そこはわかりません。それと、上位職に転職するためにも、レベル上げが必要です。上位職があるのか。私もあんまり知らないんだけどね。一帯の森林をすべて切り倒しました。環境破壊は楽しいぞーい。しばらく木材が不足することはないでしょう。では次に石材を掘り出そうと思います。いつもの流れだね。採掘も伐採と似たような感じで指定します。一応トンネルみたいに掘っていくこともできるみたいですが、落盤事故とかありそうで怖いけど、リムワールドだとそれがありますからね。このゲームにあるのか知りませんが、怖いのであんまりトンネルは作らないようにしましょう。採掘をすると石材だけではなく、石炭とか金属鉱石とかいろんなものが掘れます。金属鉱石って見てるだけでウキウキするんだよね。あ、なんだか暗くなってきました。もしかしてモンスターが湧いたりするの？わかりません。さすがに初日なので襲撃とかはないと思うのですが、念のためにマキさんを防衛担当に任命しておきましょう。マキさん、体力と精神の数値がマックスだもんね。地味に思考も5だったり、パーフェクトヒューマンです。タイムはパーフェクトマキさん。防衛ができる職業は歩兵だっけ？歩兵。あれ、要件不足で任命できなかった。あ、そっか、固有のアイテムが必要でしたね。聖火さんの出番だね。聖火さんには木の模造刀を作ってもらいます。聖火さんの作業はあかりちゃんが邪魔していくスタイル。さっきハンマーで殴られた仕返しだね。仕返しに対して受けた仕打ちが大きすぎる。そもそも殴ってないからね。お、できたみたいですね。それじゃあ改めてマキさんを歩兵に任命します。まだまだ不安定なコロニーだけど、守ってください。この、職業に就く時の演出、好きです。うのも。さて、マキさんには、周辺の警備をしてもらいましょうか。知らぬうちにモンスターが近づいてるかもしれません。あれでも、確かに剣は持ってるけど、関係ない方向に行っちゃってるよ。そっちは崖だから、そこからモンスターは来ないと思うのよね。パトロールの場所を指定できたりはしないの？できるかな？ちょっと調べてみよう。できました。車線の範囲がマキさんのパトロールできる範囲になります。多分モンスターがやってくる可能性があるのは左奥だけだと思うので、そちらに配備しましょうか。よろしく頼みます。マキさん。私がセコムだ。なるほど、防衛地点に固定化されるんですね。今の感じだと人員の無駄遣いな気がするよ。確かに、基本は別の作業をしてもらって、襲撃があったら出動、みたいにした方がいいのかも。お、そんな話をしてる間に、石材が掘れてるね。ところどころ、鉱石も混じってたね。それじゃあ、石工も任命しようかな。石工に任命するための固有アイテムは、これだね、ハンマーとのみ。でも、材料が揃ってるのに作れないよ。
聖火さんのレベルが足りてないね。じゃあしばらく丸太と木箱を作ってもらってレベルが上がるまで待とうか。そんなところで今回は短いですがここまで。次回は何をする？家を建てます。さすがに全てが野ざらしは良くないので。めたい話をすると、この直後の録画が家の建設で時間がかかりそうだったからここで締めるんです。なるほどな。ではまた次回をお楽しみに。お疲れうなぎ。今回もストーンハウスの実況やっていきましょう。今回は家を作るんだったよね。そうそう、いつまで物塾だと辛いさんだろうし、それより食べ物が野ざらしなのが気になってさ。これ絶対食べたくないよね。ということで手探りで建物を建ててみましょう。手探りなの？そう、このゲーム思ったより情報が少なくてさ、しかも頻繁にアップデートがあって、その情報が今も使えるかわからないし、それならいっそ手探りでやっていこうよという気持ちなのだ。動画の尺も伸ばせるしね。言わないでおいた本心をバラすのやめて。キリの心の中はお見通しなのだ。じゃあまず壁を建設してみたいと思います。何かを建設するときは家のアイコンをクリックすればいいみたい。そしたらまたいろんなアイコンが出てきて、その中に壁というアイコンがあるので、これで作れるかな。なんか屋根とか階段とかいろいろあるんだね。聞いた話だとこのゲーム建築がかなり簡単にできるゲームなんだとか。マイクラみたいにブロックずつ積み上げていくのも好きではあるけどね。あれはセンスがなくていつも途中で諦めちゃうな。壁を作っていますが、高さが6マスで固定されていますね。高さを変えたりはできないのかな。できないことはないと思うけど。まあいいや、そこは後で調べましょう。これ、すべてを壁で囲ったら入れなくなっちゃうよね。とりあえず1マスだけ残してみた。とりあえず、ドアが必要だよね。ドアがないと家じゃないからね。家具の欄からドアを選択してみたけど、どうやって設置すればいいんだ？あ、なんかできた。でも、ドアの上が開いちゃったよ。あ、これもミスですね。埋めたいけど。ああ、もう。操作に慣れないと大変そうだ。今回は試作品なのでスルーして、今度は屋根を作ります。おお、三角屋根が一発で建設できちゃうんだ。これはめちゃくちゃ便利ですね。でも、ちゃんと大きさが合ってるのか自信がない。建てる前に家の大きさを測っておいた方がいいのかもね。とりあえず外観はそれっぽくなったけど、やっぱりドアの上の隙間を埋めたいよね。でも、余計なところまで設置しちゃう。ああ、いらんことしてしまった。削除するには。右上のゴミ箱かな？多分そうだね。ポチッとな。全部消えたやんけ。また作り直しました。隙間を埋める方法は分かりませんでしたが、壁の上からドアや窓が設置できたみたいなので、とりあえず形にはなりました。で、テンプレートとして保存すればいいのかな。そしたら建設してくれるのかな。いや待てよ、テンプレートってことはただ設計図に登録できるだけだよね。プロジェクトホスピタルみたいに同じ建物を複製したい時に使うだけだよね。ということは別個に建設指示ボタンがあるはず。探せ探せ。この動画の進行をそこに置いてきた。あ、堂々と建てるボタンあるじゃん。堂々とあったね。気づかなかったね。よし、建設ボタンを押しました。これでハースリングたちも動いてくれるかな。ハースリング？あ、さっき仕入れた情報なんですが、入植者たちのことをハースリングというらしいです。あ、そうなんだ。そうなの。ほらほら、見てよこれ、建設が始まったよ。テキパキやってますね。あれ、姫ちゃんが建ててるやつ、設計図にはなかったと思うけど。多分、はしごじゃないかな。最初の頃にちょろっとお話ししましたが、ハースリングたちは高さに非常に弱くて、2ブロック以上の高さの壁は、はしごがないと越えられません。2ブロックって、自分の胸ぐらいの高さだと思うんだけど。軟弱者だな、ウプ主みたいだ。最近はよく足がつるから怖くて体伸ばせないんだってさ。芍薬甘草湯でも飲んだらどうかな。あ、そんなどうでもいい話をしてたら、本日の更新が来てしまった。本日の更新って何？一日に一回かな、食料と総資産を測定して、これが条件を超えると入植者が増えます。おっ、ウナの参入チャンスってことだ。でも今回は総資産が足りなかったですね。ノーチャンス。総資産は建築をするとかなり上がるみたいなので、次の更新では条件満たせるでしょう。それまで、もうちょっと我慢ね。へーい。さあさあ、建築に戻りましょう。そろそろ屋根の建築に取り掛かるところかな。高さに弱いハースリングたちにとって鬼門ですな。そんなになの？うん、ブロックを置く順番によってはどこにも移動できなくなって、ただじっとしてるだけになったりするから。なんだそれ。
まあ、その様子もポンコツで可愛いんだけどね。多分、近いうちに見れると思うよ。それじゃあ、倍速で建築の様子をお届け。三人がかりだけど、それでもかなり時間がかかりそう。マイクラみたいに、ジャンプして真下にブロックを置くとかできないしね。スティーブ族ってほんと人間離れしてるよね。でもリムワールドはリムワールドで屋根張りが一瞬だし、このゲームはこのゲームで両手に木材を持ったままはしごを登るし。もしかして人間離れしていないゲームの方が少ない。スペランカーとかは人間に近いかな。そっちは逆方向に人間離れしてるから。お、建物が完成したみたい。ハースリングたちも喜んでるみたいだね。こういう動きが可愛いんだよ。ところでこれ、建物の中って見られる。なんか右下に、塔下とか断面とかあるし、これかな。あ、これは地形の方か。その横の家のボタンかな？どうやら正解みたいです。でおい、中身空っぽやないかい。だって試作品だし、そもそも家にするつもりじゃないんだもん。この建物は、倉庫にする予定です。寝床より先に倉庫を作っちゃうのか。本当はベッドが1個しか置けないことが判明したから方針転換しただけだったり。そういうことか。とりあえず、コンテナを移動させて、食料を保管しておきましょうか。食料だけ保管する、ってのはできるの？できるよ。設置したコンテナをクリックすると、中に保管するものを設定する画面が開きます。食べ物と、財産を選んでおきましょうか。財産が野ざらしだと、セキュリティなんてあったものじゃないからね。倉庫に置くためのコンテナを作ってもらってたら、聖火さんの木工レベルが上がりました。そういえば、聖火さんのレベルが上がるのを待ってたような。なんだったっけ？あ、思い出した。石工に任命するためのアイテムを作ってもらうのに、木工レベルが必要でした。そんな話だったね。ということで、石工のハンマーとのみを作ってもらいます。聖火さん、新しいお仕事だよ。直前に仕様変更なんてしないから、安心して仕事に集中してね。フラグを立てるのはやめようね。お、聖火さんが初めて石を使った。石をノコギリで切ってる。ノコギリが強いのか、聖火さんが強いのか。ほい、完成。完成したみたいなので、誰かを石工に任命しましょう。誰を任命する？聖火さんは木工師、マキさんは歩兵で、私は薬草医にならないとタイトル詐欺になるので、残りで知力の高い、姫ちゃんにしましょう。これで、石を加工できるようになりました。石器時代の到達だよ。そんなところで、今回はここまでにしましょうか。次回も、いろいろと手探りで、実験を繰り返しながら遊んでいきます。それじゃ、また次回をお楽しみに。お疲れうなぎ。今回もストーンハウスの実況、やっていきましょう。前回は倉庫を建てて、姫ちゃんを石工に任命したところだったね。石工の方は置いといて、今度こそは家を建てましょう。ハースリングたちもそろそろ屋根がある場所で寝たいだろうしね。ということで、早速作ってもらっています。それで、今回は家なので、中にベッドを置きます。やっと寝床ができるね。でも狭いので、置けても2個かな。争奪戦が始まっちゃう。子供が優先なので、私と姫ちゃんかな。うわーずるい。ところで、貿易商が近づいてきたって言われてるけど。そうそう、貿易要素もあるみたいで、お金の概念とかもあったり。ちょっと待ってね、ベッドの設置を指示したら見るから。取引の申し出ですね。農夫のクワを4個と、大きな木箱1個とを交換ですって。この取引、どうなのかな？こっちがお得になるのかな？お得になるように作られてるでしょ。ゲーム的に。ゲーム的に。農夫のクワはとっても簡単に作れるし、作れば聖火さんのレベルも上がるし、条件を飲んでもいいんじゃないかな。数日後にまたやってくるみたいだし、それまでに作っておこう。お、本日の更新が来ましたね。うなの参戦チャンスだ。今回の要件は？はい、無事に達成できたようです。やったぜ。要件を達成すると、ハースリングを一人増やすことができます。マンパワーは大事だって、ウプ主が言ってた。あれでもこれ、ウナじゃないよ。本来なら、新しく入ってくる、ハースリングの見た目は変更できないのですが、ハースリングソープメニーフェイシーズっていうモッドを入れることで、後から変更できます。すげえ、キリは英語が読めるんだ。これ、後から読み方を修正したんじゃなくて、ボイロに突っ込んだらそのまま読んでくれたんだよ。へえ。メタは置いといて、ウナがキリ探長にやってきたよ。ウナ様のお通りだーい。まあさすがに能力値までは選べなくて、おかげでウナの知力は最低ランクだよ。ウナはおバカじゃないもん。まあまあ、ゲームだけのお話だよ。そしてウナが加入した直後、新しい家が完成しました。
おっぷなのお家だな。さっきずるいって言ってた人が何を。うーむ、壁の一部を緑色にしたんだけど、地面と一体化して非常に見にくいことに。家の中の床も緑だから、よくわかんなくなってるね。まあこれも一つの実験、失敗こそ勉強になるというものです。ところでさ、多分ゲーム内の表示を見るにさ、ベッドはまだ設置されてないみたいだよ。あれ、石のベッドだから、石工が作ってくれてると思ったんだけど。姫ちゃんがサボってるんだな。まあ、そんなことを考えていますが、石工の作業台を作ってないので当たり前です。それに気づくのは、もう少し後のこと。おいおい。今まで、自分で設計図を作っていましたが、すでに用意されている設計図を使うこともできるようです。へえ、楽でいいじゃん。しかも、設計図はスチームワークショップからダウンロードしてくることができるみたいです。そりゃめっちゃいいじゃん。自分で設計図を作る必要なんてなかったんだよ。いやいや、自分で作ってみてこそ、用意されてることのありがたみがわかるってもんですよ。実況動画だって、最初から立ち絵と字幕といろんな演出のテンプレートが用意されてたら、頑張った感じがしないでしょ？そう、なのかな？ということで、ありがたみをかみしめつつ、今度はベッドが4つ置ける家を建設します。今度は木のベッドだから、聖火さんが作ってくれるはずです。木のベッドと石のベッドって、どっちが寝心地いいのかな？木のベッドは正式には粗末なベッドという名前なので、石の方がグレードが高いんだと思うよ。イメージだと木の方がいいんだけどな。で、侵入者がやってきたって。ついに襲撃が来ましたか。これが敵？森の手先、だって。最初なだけあって、弱そう。で、この人たちは、今どこにいるの？ここですね。これ、拠点まで降りてこられなくない？確かに、どうやって襲撃に来るんだろう。とりあえず今は動く気配がないみたいだし、動いたとしてもマキさんが何とかやってくれるだろうし、放置でいいかな。初めての襲撃だというのにこの対応。マキさん、道端でお休みです。新しい家の完成を待てなかったね。これ、道端で寝ることのデメリットはないの？とりあえず、新城地にマイナスがつくみたい。デムワールドと同じだな。ということは、新城地が下がったら、デムワールドみたいに発狂したりとか。こんなほのぼのとした雰囲気のゲームだから、それはないと信じたいけど、調べてないからわからないです。まあ、見てるだけでかわいそうなので、早く全員分の寝床は用意しないとね。今度は、私と聖火さんが添い寝。聖火さん、偶然の配置が起きすぎでは。あ、起きた。なんだか、生活リズムが一定ではない気がしますね。寝床ができるまではこんな調子なのかな。体調崩しそう。うぷ主とか、睡眠時間がちょっと足りなくなったらすぐ熱を出すって言ってたのに。今度は、別の貿易商が商品を持ってきたみたいです。今度は、直接商品を売買するタイプなんだね。お金もないし、売るものもないし、今回はウィンドウショッピングかな。どんなものが売れるのかな？ちょっと確認してみましょうか。なるほど。多分ほとんどの物資が売れますね。木材とか、家具とかも全部売れるんだね。鉱石もそのまま売れちゃうのか。試しに何か売ってみようよ。売っても良さそうなものがあるかな。松ぼっくりみたいなやつが売れそう。なんだこれ？松の木の種子、まさに松ぼっくりだった。松ぼっくりって松の種なの？正確には、松ぼっくりの中に種があるんだって。うな、知らなかったよ。キリはいろんなこと知っててすげえな。松ぼっくりの話をしてたらゲームが進んでしまいましたが、とりあえずいくつか松ぼっくりを売って、めぼしいものがなかったので何も買わずに終了です。そしてうなは堂々とベッドで就寝。とっても気持ちよさそうに寝てるな。かわいいな。うなが可愛いだって？ゲーム内のね。あ、はい。録画ミスで途中からですが、葵ちゃんが参戦しました。メッセージのせいで葵ちゃんが侵入者みたいになってる。今度はどこに侵入者が現れたんだ？結局さっきの侵入者は動いてないし、どういうことなんだろう。メッセージから侵入者がいる場所を示してもらおうか。あれ、これって、さっきの侵入者と同じでは？同じ場所だし、同じ敵だよ。考えられる可能性は2つ。最初の侵入者がレスポーンして、また同じ場所に侵入者が現れたか。最初の侵入者が同じ場所に泊まり続けて、免許更新みたいに再度侵入者として認識されたか。デスポーン説なら敵が放置すると消えるという朗報だけど、更新説なら敵は永遠に消えないよという手法。うっかり敵の場所に足を伸ばしたら危ないし、デスポーンしてほしいけど。再び更新が来ました。今回は録画できた。要件は、達成できたね。家族が増えるよ。やったね、うなちゃん。おい、やめろ。次は、あかねちゃんにしました。葵ちゃんと来たらあかねちゃんだよね。
さて、そんなところで、今回はここまでにします。それで、ここからしばらく、録画を気にせずにいろんな動作を覚えまして、ある程度の仕様を覚えたところで、また最初からやり直すことにしました。え、最初からやるの？だって、食料が足りなくなって、みんな飢えに苦しみ始めたんだもん。いや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 。まあ、初見縛りでもないし、この手のゲームで、初見プレイ実況は地雷だって、リムワールドで学んだもん。かなりトラウマになってるんだね。ということで、次回はまた最初に戻して、とりあえず序盤はスムーズに行くように遊んでみます。最初と比べてどれくらい成長したのかってのも、ゲームをする楽しさの一つだしね。そういうことだね。ではでは、また次回をお楽しみに。おやすみうなぎ。今回もストーンハースの実況、やっていきましょう。前回は、ウナが参入して、そして全てなかったことになったよね。経験を積んだんです。強くてニューゲームです。都合のいい解釈だよね。ということで、また最初から遊びます。これまでの浅い経験から、序盤の進め方はあんな感じがいいかなとか、そういう案があるので、実践してみようと思います。サクサクいきますよ。ということでまずはキャラ作成ですが、あまりこだわらずにこんな感じ。お、今度はウナもいるじゃん。今度のウナは頭が良くて、体が弱めだよ。そうそう、ウナは頭はいいけど、ちょっとか弱い少女だからね。本当に？はい、最初の所持品は食料をたっぷりと。スポーン地点は鉱物資源が多めの場所に、入植地は山の中腹の、少しだけ広い場所にしました。それで、最初はどんな感じで進めるの？木を切るのは変わりませんが、早めに農業を始めておこうかと。前回飢えに苦しんだ教訓だね。ということで、ウナを木工士に任命しまして。頑張るウナギ。同時に姫ちゃんを農夫に任命します。姫ちゃんって木の精霊だっけ？ならぴったりだ。いや、木は育てないし、ぴったりではないのかな？いいじゃん、ぴったりってことで。そうだね。それでは畑を作りましょう。畑は、物置場と同じように、区域を設定することで作れます。とりあえず開けた場所に、畑を作る範囲を指定して、指定だけに、指定範囲を指定したら、育てる作物を決めます。農夫のレベルによって、育てることのできる作物が違いまして、最初は、カブと人参とカボチャのみです。適した季節もあるんだね。今はどれを植えたらいいんだろう？それがわからぬのじゃ。なしてですか？季節がですね、明確に記されてないんですよ。右上に情報は書かれてるけど、雨の月っていつだよって感じだし、虹のマークもよくわかんないし、右の四角アイコンに至っては本当に意味がわからない。どうせゲームは春から始まってるでしょうという推測で進めていくしかないのです。結構大事な要素だと思うけどね。まあ全部植えればいいじゃんということで。脳筋戦法やめて。で、入植地の名前は変わらずキリタンチョウ。これこそ変えるべきだと思うの。旗も前回と同じものを選びます。そしたらウナに木箱を作ってもらって。あ、どうせだから作業の様子でも眺めておこう。ふっ、我ながら可愛いぜ。はいはい、ウナかわウナかわ。適当に流さないで。でも事実だしな。それで作った木箱には食べ物を収納します。やっぱり食べ物が野ざらしだと汚いもんね。そしてそして、マキさんを歩兵に任命。またマキさんが歩兵なんだ。偶然、マキさんの能力値が歩兵にぴったりだったんだよね。歩兵。歩兵には任命しますが、襲撃までは普通に運搬などをやってもらいましょう。そして石を掘ろうとしてたら、本日の更新が来ました。結果は、なんと1日目なのに、条件をクリアしていました。やるじゃん。ということで、ズン姉様をお迎えです。キリのお姉さんだ。ちなみに、ズン姉様の能力値は、思考が2、心配が6、精神が4。見事な戦闘民族でございます。ズンダのために戦うのです。続いては、ゆかりさんを石工に任命。そして石工が作れるアイテムの中に、とっても便利なものが2つあるのです。便利なもの、それは何？あ、その前に、ゆかりさんが石工になる瞬間を眺めていましょう。もったいぶるね。ペッテレ。あ、ごめん、まだ先の録画だった。もったいぶるね。次の録画は、姫ちゃんのお休みタイム。姫ちゃん以外も、みんなお休みです。みんな地べたに。私なんて、石に埋まって寝てるからね。で、スン姉様はそこで一体何をしてるんでしょうね。時間が止まったみたいになってる。段差が邪魔になって動けなくなってるという説を押します。いやいや、一段の段差しかないじゃん。でもたまにこういうことがあるんですよ。ハースリングたちが段差に弱いって理由、わかったでしょ？あ、採掘の指示を出したら動き出したよ。あれもしかして、やることがないから立ってただけ？でも物資の運搬とかできるでしょうに。あ、運搬のチェックが外れてた。チェックを入れたら普通に動き始めたね。段差が原因じゃなかったね。デヘペロ。あ、寝てる様子が可愛いんじゃ。
可愛いのと地べたでかわいそうという感情が重なって手がジーンとしてきたよ。ちなみにこの BGM、寝てる子の近くに来たら勝手に流れるゲーム内 BGM です。あ、起きた。こっちではゆかりさんとまきさんが就寝。キリ、普通に足蹴りするのやめて。この世界に当たり判定はないので大丈夫です。ここも当たり判定が消えている世界なのか。あ、ゆかりさんが先に起床。マキさん、雨の中でこんなに寝たら風邪ひいちゃうよ。これを見ると早く家を作らなきゃという気持ちになりますね。ということで家を建設します。今回は寝床の確保を優先したいので用意されているテンプレートを流用します。現在のハースリングは6人、すぐに増えることを想定して4人部屋を2棟作ろうと思います。用意されているやつでも十分なセンスがあるね。でもこれ回転ってできないのかな。上の方にあるさ、2つの矢印のアイコンじゃない。あれは元に戻すと先に進むのアイコンなのよね。よし、調べてきましょ。調べてきました。早すぎる調べ物、私じゃなかったら見逃しちゃうね。コンマとピリオドで回転することができるようです。まあ回転できないわけがなかったね。ということでちょっとスペースを空けて建設します。空いた場所には何を作るの。ハースリングが想定より早く増えたら家を増やすし、そうじゃなかったら食堂でも作ろうかなと。食堂、みんなでのんびりワイワイ食事ができるんだね。ちゃんとした場所で食事をとると新情緒にプラスがつくのでね。見た目だけじゃなく円滑にゲームを進めるためにも必要なんです。ということでまずは家の建設よろしくお願いします。よろしくお願いします。家の建設中ですが本日の更新です。今回もクリアだね。どうも、建物を建てると総資産が白上がりするらしい。どんどん建てていきたいね。でもどうだろう、リムワールドでは総資産に応じて敵の襲撃が激しくなったから。ああ、それじゃあむやみに増やしすぎるのも良くないのか。ほい、新しいハウスリングはアカネちゃんです。かわいいアカネちゃんの登場やで。アカネちゃんの能力は思考が3、肉体が2、精神が6。精神が高いね。どんな職業が合うのかな。精神が高いと動物の扱いがうまいらしいので、羊飼いという職業があるので、それがぴったりだと思います。羊飼いアカネちゃんか、ええやん。でしょ?ただ、羊飼いは上位職なので、まだまだ先のお話です。その手前にはナシという職業があるので、アカネちゃんにはそれになってもらいます。そして建設中の家の床で、お休みのズン姉様。木のぬくもり、感じられていますか?次の夜はきっと、ふかふかのベッドで寝られるからね。さて、そんなところで、今回はここまでにしましょう。前回の終わりの部分ぐらいまで、戻すことができたかな ?1 時間もかからずに4パート分回収できたぜ。では、また次回をお楽しみに。また見てね、うなぎ。今回もストーンハウスの実況、やっていきましょう。前回はリスタートして序盤をサクサクと進めたんだよね。みんなのお休みの様子を眺めたりしてたね。またゆかりさんがお休みしてる。この寝方だと力尽きて倒れたみたいになってるんだよな。でももう少しで家が完成するので、地面に寝る生活もこれで最後ですよ。早くベッドの上に横になってもらいたいね。でもその前に本日の更新、今のところ2連続でクリアできてますが、さあ次は。おお、今回もクリアだよ。かなり余裕のクリアでしたね。家の建設中ですが、そのおかげで総資産がかなり上がっています。未完成の状態でこれなので、完成すればもっと上がるでしょうね。ってことは次もその次も条件をクリアできそうだね。入職者がどんどん増えちゃうな。どうしよう、もう8人になっちゃった。なっちゃっちゃっちゃった。今作ってる家のキャパが8人なので、ここから増えても家がありません。まあとりあえず8人目のハースリングは聖火さんに。今度はあかりちゃんをハンマーで叩かないでね。聖火さんは思考が5、肉体が6、精神が2です。精神が弱いので歩兵には向いてないですし、ズン姉様という適任がすでにいるので、聖火さんには何かを作る職業についてもらう予定。ズン姉様が作りかけの屋根で寝てるよ。寝る場所の癖が強い。雨の中で寝てたりとか、石に埋まって寝てたりとかしたから、もはや今更って話だけど、もう少しいい場所があるでしょ。実はお金ちゃんも寝てたりする。高くて狭いところが好きなのかな。猫なのかな。猫あかねちゃんやで。そんなことがありながらも順調に家の建設は進んでます。相変わらずズン姉様は屋根で寝ておりますが、まあ今回が最後だよきっと。でもとりあえず屋根は作り終わったね。あと少しかな。ところでキリ、何人か姿が見当たらない人がいるけどどうしたの。特に指示は出してないけど、もしかして
まだ完成してないのに寝室にしちゃってるよ。みんなで同じ方向を向いて寝てるのが可愛い。どうしてハースリングの寝姿はこんなにも可愛いのか。あ、今度はマキさんだ。あれ、そこはさっき姫ちゃんが使ってたベッドだけど。ベッドは共同仕様なのかな？これはこの後に知ることなのですが、ベッドの使用者を設定してないと共同利用になってしまうようでして、ベッドが共同だと心情値が低下するようです。プナはキリが使ってるベッドで寝ても気にしないけどな。まあ、大人はいろいろと気にするんだろうね。そして、マキさんが起床した頃、右側の家が完成。さらにその直後、左側の家も完成しました。イエーイ！これでようやく、雨に打たれて地べたで寝る生活からおさらばですね。ベッドもまだ簡素なものですが、ハースリングの心情は確実に上がってくれるでしょうか。もう一棟建てるかどうかは悩みどころ。まだまだハースリングは増えそうなので、建ててもいいかもしれませんね。なぁ、どうして喋らないの？知らなーい。前回から随分と引っ張りましたが、石工が序盤に作ることのできる、とっても有用なアイテムを紹介します。それが、石のランタンです。ランタンってことは、明るくする感じ？そうなんですが、その目的では使いません。え、どういうことだ？ここを見ていただきたいのですが。8。これは、ランタンを売った時の売却価格です。参考までに、今みんなが寝てる、粗末なベッドの売り値が2ゴールド。石でベッドを作っても3ゴールドです。それじゃあ、石が1個だけで作れるのに8ゴールドって、めっちゃ高いじゃん。そうなのです。序盤のお金稼ぎに最高のアイテムなのです。なので、しばらくゆかりさんには、ランタンをひたすら作ってもらおうと思います。この町の財政は、ゆかりさんの働きで決まるのだ。そろそろ上の階層で資源集めをしてもらいたいので、はしごを設置します。と言っても、実際に設置作業をするのはハースリングたちですが、こんな感じで壁に対してカーソルを持っていけば、そこに登るためのはしごを建設してくれます。こんな高いところにはしご、労災待ったなしだね。落下ダメージは受けないのでよし。やっぱり猫じゃないか。猫あかねちゃんや。それでは、キャンプファイヤーに集まってのんびりしているハースリングたちを眺めていましょう。ハースリングを眺めるゲームになってない。まあ、こうやってのんびりしているということは、何もすることがなくて、時間を無駄にしてるってことなんだけど。いやいや、のんびりする時間は無駄な時間じゃないよ。真理だね。でも、強制的にのんびりできなくなっちゃった。侵入者が現れたよ。またキャンプより一段上に。今度ははしごを作っちゃったから、もしかしたらこっちまで降りてくるかも。戦うしかない。そうだね。この世界の敵の強さを調べる目的も兼ねて、戦ってもらいましょう。敵が侵入してきた時は、警戒モードに設定します。こうすれば、戦闘できる者たちは敵の元へと向かい、そうでない者たちはキャンプの周辺に避難します。あ、やっぱり敵も降りてきてる。頑張れ、マキさん。なるほどなるほど、敵も味方も HP が表示されるんですね。まずは一匹倒したね。やっぱり最初の敵ですし、あまり強くはないですね。でも、数が結構多いよ。数の暴力、良くない。まあでも、個々の力が弱すぎるのか、マキさんはさほどダメージを受けてないですね。一匹ずつ、着実に敵を倒せてるね。はい、無事に討伐完了です。マキさん、すごいよ。ダメージは受けていますが、微量ですね。このダメージって、どうやって回復するの？自然回復も多少はありますが、やっぱり薬草が一番で、そのために、私は薬草医を目指しているんです。そろそろ、タイトルは回収しないと。資金確保のための石のランタン製作のための石を確保するために採掘を頑張ってもらっているところですが、本日の更新が来ました。そして今回もクリアです。9人目のハースリングがやってくるね。家の容量を超えましたので、もう1軒建てるのは確定ですね。そして新しい子はつづみちゃんです。チェビオ勢だ。そういえば最近チェビオ実況作ってないよなーって、ウプ主が言ってます。また新シリーズが増えちゃう。さて、敵の襲撃にも立ち向かえると分かり、寝床も確保し、キャンプも安定してきたので、今度は食事をグレードアップさせていきましょう。お食事は何よりも大事なのだ。まずはご飯を食べる場所の整備から。地べたで食べるのはピクニックと運動会の時だけでいいよね。運動会で一番楽しみなのはご飯ってそれ一番言われてるから。キリは走るの遅いからね。みんなが早すぎるんだ。運動会の苦い思い出は置いといて、ご飯を食べる時のために、椅子を用意します。ちゃんと椅子に座って食べることで、心情値の低下を防ぐことができます。ということで、実際に食べてる様子がこちらになります。ずん姉様、何を食べてるの？木材じゃない。
いや確かに見た目はそうだけど。これは食パンですね。どこかのタイミングでもらったやつ。なるほど。そのうちちゃんとした食堂も作ります。でもその前に料理人が必要だね。食べ物に困りはしてないけど、収穫したものをそのまま食べてるからね今は。ってことで次回は料理人を生み出すことを目標にやっていきます。そんなところで今回はここまでにしましょう。次回もゆっくり見てください。さよならうなぎ。いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。とっても久しぶりだね。大人の事情ってやつだね。もう何をしてたか全然覚えてないや。かなりめたいお話をしますが、これからしばらくは数ヶ月前の録画を編集する感じなので誰も覚えていませんよ。知ってるふりしておしゃべりしようね。さてさて、前回はとりあえずみんなが住めるような家を建てて、とりあえずみんなが座ってご飯を食べられるような場所を作りました。まだまだ仮置きだね。仮置きということで、見ての通り椅子はギッチギチだし、お家も定員が埋まっちゃいました。もうちょっと整理したいよなぁとか思うんです。正確にはもうちょっと整理したいよなぁと思ってたんじゃないかなって思うんです。ややこしや。ちょうどいいところでウナの木工レベルも上がったので、新しい家具を作れるようにします。新しい家具を？上位の品質を持つ家具を作れるようにするには、ツールベンチも上位のものが必要になるんだよ。確かに、今の作業台は、スペースが少し狭くて大変だもんね。そういうこと。それじゃうな、作業台のグレードアップよろしく。自分の作業台は自分で作るのね。久しぶりのハースリング観察タイム。もはやこのゲームの醍醐味とも言えよう。この実況動画の醍醐味とも言えるのかもね。もう実況やめて、ハースリングを観察するだけの動画でいいんじゃないかな。そこそこ需要ありそうなのがなんとも。垂れ流し動画は水曜日あたりに投稿するとしまして、新しいツールベンチができたので、これからウナにはこっちを使ってもらうよ。やったね。かなり使いやすくなるよ。じゃあその代わりに、たくさんたくさんお仕事頑張ってもらうからね。餌に釣られてブラック企業に入った。餌がもらえるだけウプ主の職場よりマシ。早速新しい家具を作ってもらおうと思ったんだけど、布が必要だったというオチ。布ってどうやってゲットできるの？職工っていう職業の人に作ってもらうんだって。お利口さんに作ってもらうんだね。職工ね、職工。それはそうと、現在新しい仲間を迎え入れるために3棟目のお家を建設中です。お友達はたくさん欲しいもんね。ゲーム的にも、さっきの職工を含めて、いろんな職業のスペシャリストを確保したいからね。ダメだ、いろんな作業をしたいのに、ハースリングが寝ているところを見たくなってしまう。欲望に負けすぎじゃないかい。負けないように善処しますが、それはそうと貿易商が戻ってきました。あれ、貿易商なんていたっけ？パート6の途中あたりで訪問してたんですが、動画に載っけてなかったよ。今回の貿易商は、木の柵と快適なベッド3つを交換してくれたみたいですね。こんな風に貿易商は、最初に取引条件を提示して、数日後に戻ってきた際にトレードを行う、そんな感じです。木の柵と快適なベッドを3つも交換って、めちゃくちゃお得じゃない？かなりお得だね。交換アイテムを作れるなら、取引した方がいいと思う。とりあえず、ゲットしたベッドは元の粗末なベッドと交換しましょう。快適なベッドの取り合いが起きそうだね。一番快適なベッドはうちの家で。うわ、ずるい。そして新しいお家が完成しかかっている時に、本日の更新が来ました。要件は普通にクリアです。どうする、新しいお友達受け入れる？お家も完成間近だし、食料も大丈夫だし、受け入れちゃおう。やったぜ。ということで、新しいお友達はあかりちゃんです。あれ、今までいなかったんだっけ？やり直す前は初期メンバーだったんだけど、やり直した後は未登場だったんだよね。しかし崖の上から登場するのね。崖の上のあかりちゃん。あかり、視聴者さん好き。よかったね、視聴者さん、あかりちゃんが好きだってよ。適当な動画だな、本当に。お家が3軒綺麗に並びました。団地みたいだね。こうやって綺麗に並んだお家を見るとさ、道を敷きたくなってこない？確かに見た目が良くなりそうだよね。ということで、建築メニューから道を作っていきますよ。道にもたくさんあって、まずは素材からして3種類。木と石とよくわかんないやつです。よくわかんないやつって？だってこれ何かわかる？確かによくわかんないや。道の素材と模様を選んだら、バーッと敷いていきます。楽楽さんだね。なんとなく気分で玄関の前は道をつなげる。いいこだわりだよ。まあそんな感じで道を作りますが、実際に作ってくれるのはハースリングです。頑張れ頑張れ。随分人数が増えましたね。
こうやってみんなでわらわらしてると増えたのを実感するね。ぬ、あの鳥が帰ってきた。どうしたんだろう。手紙を加えてきたってさ。今回もまた茜ちゃんに要約していただきましょうか。キリタン町は正式に開拓地として登録されたで、やったな。登録されたら何になるんだろう。キリタン町が発展したらもっと移民が増えると思うで、頑張ってな。結論やけど、近いうちキリタン町は繁栄を望むか幸福を望むか、それとも力を望むか決めてもらうことになると思うで。あと記念にフロストスナップの種を送ったで。なるほど、あんまりよくわかんないけど、町の方針を決めないといけないんですね。繁栄か幸福か力か、どれがいいんだろうね。やっぱり幸福じゃない。だよね、ウナもそう思うよ。まあそれは決断の時が来たら考えるとして、もらったフロストスナップの種を植えようかと思ったけど、農夫のレベルが足らなかったね。唐突ですが、武器と防具を作ります。この前はマキさんに頑張ってもらったけど、初期装備だったもんね。石工が作るハンマーと木工士が作る盾が序盤では有効なのかな。これまで特に職業を持たせていなかった聖火さんに農夫の称号を与えました。どうしていきなり。そろそろ料理人を確保しようと思ってるんだけどさ。料理人って農夫の上位職なんだよね。今農夫やってる姫ちゃんがレベルアップしたら料理人に転職してもらおうと思ってて、そうなると農夫がいなくなっちゃうから、今のうちに聖火さんを農夫にしておこうと思ったんです。第一次産業は一番大事だよね。飢え死にだけはしたくないよね。そんな調子で寄り道をしながらですが、少しずつこの町を整備していこうと思っています。中央広場を作って、大食堂を作って、菓子屋を作って、各地への道を作って、そんな感じで構想だけは先走っています。いろいろ考えてる時が一番楽しいというね。旅行みたいだね。といったところで、今回は少しだけ短めですが、ここまでです。また週1回のペースで投稿していくので、よろしくお願いしますね。ではでは、 See you。いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。前回はお家を増やして道を敷いて、あかりちゃんを迎え入れたね。あと聖火さんを農民に任命したね。姫ちゃんを料理人にするために農民の後継ぎが必要だったんだっけ。そうそう。ということで今回は料理人も含めて、これまで特別な職業がなかった人たちに職業を任命していこうと思っています。おお、お利口さんとか鍛冶屋さんとかも増えるのかな。だから職工だってば。あとそろそろタイトル詐欺から脱却しないとね。そうだね、まだキリは役騒いじゃないもんね。あ、それはそうと、この世界で階段を作りたいときはこんな風に上から一段ずつ下げていった方がいいです。下から行くとブロックが残ったり立ち往生したりするんだよね。それで道と階段が一マスずれてますけど、ふははははははは、笑ってごまかさないの。さて、まず最初にあかりちゃんを農夫に任命します。あれ、さっき聖火さんを任命したばっかりだよ。住民も増えてきてさ、畑も増やしてさ、農民一人じゃ足りない気がしたんだよね。農夫はブラックな職業になっちゃうね。実際農家ってそれ以上は言っちゃダメだよ。この帽子の名前なんだっけ。サイバーサンダーサイダーみたいな名前じゃなかった。サンバインダーみたいな。サンバイザーやで。それだ、あかねちゃん物知り。あかねちゃんは賢いんやで。何が言いたいかって、サンバイザーつけたハースリングも可愛い。それな。続きまして、ツンレイ様を歩兵に任命します。歩兵。ツンレイ様は身体が6、精神が4という歩兵向きのステータスをしてますし、頼もしいガードになるでしょう。ツンダのためだけじゃなくて、この町のためにも戦ってね。ウプ主が私をお迎えしてないから何も言い返せなくて辛い、というズン姉様のテレパシーが聞こえてきました。なんだそれ。役人っぽい人がやってきたで。お、なんだろう。もしかしてこの前言ってた町の方針を決める時なんじゃない。早く発展してすごいって言ってるで。圧倒的好み感で、キリタン町を表す暖炉を選ぶ時が来たって言ってるな。暖炉を選ぶとは。どうもな、この世界においてはな、暖炉はその町を表すシンボルらしいで、どんなタイプの暖炉かを選ぶことで町の特色を決定することができるらしい。ゲーム的に言うと、選んだ暖炉の種類によって追加効果がつくみたいやで。なるほど、暖炉を選ぶっていうのが町の今後を決めるってことなんだね。そういうことや。暖炉は全部で3種類あるみたいやな。応援の暖炉は幸福な町を作りたいとき使
作り手の暖炉は生産性の高い町を作りたいとき、そして栄光の暖炉は強い町を作りたいときに選ぶんやで。この前は幸福な町を作りたいって言ってたけどどうする？方針は変わらないよ。幸福を追求したいって、もちろん応援の暖炉を選びます。応援の暖炉は更新の時に士気が高いほど総資産にボーナスが加わるみたいやで。あれ、これは何？ああ、すっかり忘れてたけど、応援の暖炉を作るには条件が必要やで。今すぐ作れると思ったのに。早く言ってよ。だって編集中の今の今まで忘れてた。まあともかく、住民の幸福度が高いことと、調理済みの食品が確保されてることが条件やで。調理済みの食品か、ますます料理人が必要になってきますね。美味しいご飯が食べられれば幸福度も上がるだろうし、今一番大事な職業だね。よし、しばらくは応援の暖炉を目標に、頑張っていきますよ。ゴー、ゴー。すずみちゃんを職工に任命しました。すずみちゃんはお利口だもんね。思考が6だからね。実際お利口さんです。職工の服、なんだかいい感じね。お利口さんってどんな仕事ができるの？布を取り扱う感じだね。綿花から綿を作ったりとか。でも素手だと何もできないので、最初に加工機械を作っておくよ。糸車と織り機と作業台の3点セットだね。タヌキの糸車。あれどういうお話だっけ？つづみちゃんの働きぶりをお見せしようとしましたが、材料の綿花がないことに気づいたので、先にタイトル回収行きます。お、それはつまり、突然ですが私、薬草医になります。薬草医になるには、薬草医の杖が必要です。杖の素材にはハーブが必要ですが、これは道端に生えています。怪我した時に、ヨモギを塗ったりしたね。ヨモギには止血作用があるみたいだけど、葉っぱについていた微生物が原因で感染症を起こしそうだから、ウプヌシはおすすめしてないよ。やっぱり消毒だね。なお、ストーンハースのハーブは畑で育てることもできます。畑でハーブを育てる。何も悪いことではないです。さあ、それでは、私は薬草医になりましょう。おお、なんだか科学者っぽい感じ。へっへん、頭良さそうでしょう。じゃあキリ、この宿題の解き方教えて。あ、その、今日は実験で忙しいから、また今度ね。逃げた。最後に、アカネちゃんを罠師に任命して、今回の就職活動は終わりです。罠を仕掛けるアカネちゃんやで。罠師って、どんな職業なの？罠に動物を引っ掛けて、狩猟する職業だね。狩人とか、かっこいいね。実際、肉類を確保するために必須レベルなので、とても重要な職業だったり。バーベキューしたいな。さて、いろんな職業についてもらったわけですが、まだ働いてる様子をお見せしてないんですよね。ハースリングを眺めるゲームなのに、これはもったいないね。ですので、誰か見てみましょうか。せっかくタイトルにあるんだし、キリの薬草医が見たい。いいねー、見よう見よう。薬草医は、ハーブから治療薬を作ることができます。乳房と乳鉢でグリグリします。おお、調合してるって感じ。乳房と乳鉢の両方を逆方向に回すと混ざりやすいですよ。ちなみに、粉薬の調合を乳房と乳鉢で行うことはほとんどありません。これを使うのは、錠剤を粉砕するときぐらいですね。経験者が語ってる。ところで、今作ってる治療薬、どうやって使えばいいのかわかりません。ダメじゃん。コメントで教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。さて、これでようやく、数ヶ月前の録画を使い切ることができました。見る録画、全部新鮮だったね。次回は、いよいよ料理人を任命して、美味しいご飯にありつきたいと思います。飯テラ動画だ。そんなところで、今回はここまででございます。ではでは、See you! いらっしゃいませ。今回も街づくり、頑張っていきましょう。前回は、キリが薬草医になったんだよね。タイトルの一つを回収できました。幸福な街、も回収しないとね。新しい暖炉を作るのにも必要なので、しばらくは幸福度アップのために頑張りますよ。幸福度を上げるには、何が必要だったんだっけ？今のところ、一番大事なのはご飯だね。現状、生の素材を、調理せずに食べてるから、新情緒がかなりマイナスだよ。その問題を解決するために料理人を作りたいっていうところでした。それと、やっぱり農業もいいけど、お肉も食べたいじゃん。うん、食べたいじゃん。じゃんって言えないことをバカにしないで。ごめんちゃいなさい。
それで、お肉はどうやって手に入れるの？和の氏に任命した、あかねちゃんが大活躍してくれるんだよ。まあ、たくもう、あかねちゃんがいないと幸せになれない人たちなんだから。視聴者さんのことかな？どっちかというと、うとなしのことだと思うの。それじゃあ、あかねちゃん、和の氏のお仕事について、解説よろしくです。ほいきた、和の氏っちゅうのは、動物を罠にはめて、狩りをするお仕事や、森の中とかな、隠れた場所に罠を設置して、あとは動物がかかるのを待つだけなんや。近づいたら動物が逃げてまうから、罠には近づかんといてな。あと、自分で罠にかからんよう気をつけてな。そんな奴は裏にやるけど。あかりちゃんとかごかりそう。ほらほら、早速、動物が近づいてきたで。これは、リスかな。え、こんな可愛い生き物を、罠にかけて食べちゃうの？これが弱肉強食の世界や、人間は他の生き物を食べないと生きられへんのや。やからな、こうやって犠牲になった動物を弔うために、いただきますを言うんや。うん、いただきます。ちゃんと言うよ。よしよし、うなちゃんはええ子やで。ところで、捕獲に失敗しているのですが。まあこんなこともあるねん。そうや、工房も筆で謝るんや。工房も筆の誤り。ほら、今度はうまくいくはずやで。どうだろうな。どうだろうね。プレッシャーかけるのやめて。あ、ダメじゃん。ダメやな、うちの職業レベルがまだ低いからか。申し訳ないが唐突なメタ発言も NG。お、今度はかかったみたいやな。なるほど、こんな風になるんだ。あとはまあ、かかった動物を、ああやってこうやって、お肉をゲットやな。想像はしたくないです。いよいよ、料理人を任命する時が来ました。あれ、料理人にするのって、姫ちゃんじゃなかったっけ？なんとなく、あかりちゃんを料理人にしたくなりまして。作ったご飯、味見とか言って自分で食べちゃうかもよ。食べないもん。はい、この世界にも、料理人が誕生です。これで、美味しい料理を食べられるようになります。早速、何か作ってもらおうよ。そうだね。でも最初に、道具を揃えなきゃ。石の大釜を作りましょう。これを使えば、シチューとかが作れるようになるみたい。いいね、シチュー食べたい。めっちゃ叩いてる。多分、聖火さんに散々叩かれたことの仕返しをしようとしてるんでしょ。だから叩いてないってば。ほい、石の釜の完成だよ。さすがあかりちゃん、そのまま初料理、よろしくです。お好きなメニューをどうぞ。ねえ、それじゃあねえ。ミートシチュー、みんなの分もお願いします。オーダー入りまーす。おお、ぐつぐつやってますね。早く食べたいね。出来上がり？どれどれ、それでは味見を。みんなで食べるんだよ。ああ、やっぱり調理されたご飯は美味しいね。そうだね、久々にあったかいご飯を食べたよ。これで、ハースリングたちの心情値もかなり上がってくれるんじゃないかな。しばらく待って、応援の暖炉の作成条件を満たせるか、試してみよう。そういえばなんですけど、冒険者との交易で、自立型コオロギゴーレム、というアイテムをもらったんですよ。なんだそれ？自立型っていうくらいだし、ルンバ的な、お助けロボットじゃないかと予想しているのですが。動かないよ。一度設置してみないとダメかな。お、動き出したよ。なるほどね。やっぱりアイテムの運搬とか手伝ってくれる感じ？ずーっと姫ちゃんについていってる。ちょっと観察してみよう。お、背中に乗せたね。こうやってアイテムを運搬してくれるんだね。コストなしで仲間が増えたってことだ。わーい、コオロギさん、頼りになります。特に鉱山と伐採場では収穫物が散乱するから、かなり重宝しそうだね。もうちょっと観察してみよう。ちょうどズン姉様とかぶっちゃったけど、チェストに搬入もしてくれるみたいだね。頭いいな。うなとどっちが頭いいかな。うーなーだもん。さて、応援の暖炉は作れるかな？あれ、全然ダメだ。
満足ではあるけど、陽気ではない、みたいだね。心情レベル3が満足、レベル4が陽気、なんだけどさ、あと一押しが足りてない感じだね。そんな時は、みんなの日記を見てみよう。みんなが、この街に対して感じている、満足なところと不満なところが上がってるよ。みんな、食事の内容がいつも同じなのが不満みたいだね。そんなこと言われましても、まだあかりちゃんも料理人になったばかりだし、そもそも食材が少ないから、作れる料理にも限界があるんです。じゃあ、別の方法で幸福度を上げないとだね。こういうゲームは、細かい配慮で大きく変わるのが筋ってものさ。例えば今、ベッドのうち、3つだけが快適なベッドになってるでしょ？これを全部快適なベッドにすれば、かなり変わるんじゃないかな。あとは、今まで装飾とか気にしてなかったけど、綺麗な家具を置いたり、お花を植えたり、この世界のアイテムには、装飾地というものも設定されているので、きっと美しい環境にすれば、心情も上がると思うのです。なるほどなるほど。でも、確かに食事のバリエーションも必要だから、裏で食材も増やしておこうと思います。きり、突然ビジネスマンみたいな喋り方になったね。尺が微妙だったから今後の予定という名のすでに録画していることの予告を入れることで尺を稼ぐ方法だ。それではいい感じにまとまったので、今回はここまでです。まとまってはない。ではでは、See you! いらっしゃいませ。今回も街づくり、頑張っていきましょう。前回は、あかりちゃんが料理人になったんだよね。でも、料理のバリエーションが少なくて、住人から不満が出てたね。うなは毎日ハンバーグでも嬉しいのにな。ハンバーグ！まあそんな感じで色々と改善点があるので、幸福度の上昇を目指して、頑張っていきましょう。まずは何をする？そうだね。まずは不満にも上がってるわけだし、料理のバリエーションを増やすところから始める。最初は目の前に見えてる問題が先だね。ということで、今は大釜しかない調理器具を、色々と増やしてみます。大釜だけだと、どうしてもシチュー系に絞られちゃうからね。うなはノンフライヤーが欲しい。そんなものはないです。大釜の他に、オーブンとイシュースがあります。ピッツァ食べたい。結局うなは何でも食べたいんじゃないか。ということで、イシュースもオーブンも作ってもらいます。できました。これで、シチュー以外の料理も作ることが、できませんでした。ズコー。あのですね、大半の料理に卵が必要なんですよ。卵って、そういえば見かけないね。フィールドにはたまに落ちてるので、それを使えないかなと思ったんですが、どうもフィールドに落ちてる卵は使えず、卵を産む動物を飼育しないといけないんですって。飼育って、どうやったらいいの？和菓子の上位食である、羊飼いにならないといけないんだとか？お、あかねちゃんの出番ということか。お肉も必要なので、あかねちゃんにはしばらく和菓子をやってもらいたいです。そんな、ですので、羊飼いのための人員を確保するか、あかねちゃんの後継ぎを作るか、とにかく、卵は、すぐに入手できる代物ではなさそうなんです。あちゃー。百姓パンとかは作れそうなので、これでお茶を濁しますか。パンはお茶じゃなくて、牛乳かココアと一緒に食べたいな。そういう意味じゃないです。おや？なんだあれ？なんかキャンプ地ができてる。多分これ、敵だよね。うん、ゴブリンとか、そういう敵だね。このゲームも、ライズトゥールインズみたいな、敵コロニーが存在するのか。そのうちこのコロニーがどんどん侵食してきて、戦う必要が出てくるのかも。みんなが犠牲にならないように、強い街を目指さないとだね。ちなみに、羊飼いの杖を作るには、木工レベルが5も必要です。ウナの木工レベル、まだ4だよーん。ウナにはたっぷりたっぷりお仕事をしてもらって、早くレベルアップしてもらわないとね。わかってまーす。とりあえず幸福度アップ大作戦と、ウナの木工レベルアップ大作戦を兼ねて、お花のプランターを作ってもらいます。お花があると、幸福度が上がるの。お花というか、景観が良くなると、幸福度が上がるみたいよ。だから、例えばランタンとかで、お家や道を装飾することでも、幸福度のアップにつながるんだとか。なるほど。じゃあ、どんどん綺麗にしていこう。ちなみに、ダイヤのマークが装飾地です。同じようなコストでも、装飾地がかなり違うので、どれを選ぶかは考えないといけませんね。とまあそんな感じで、お家の前にプランターを置いたり、装飾を施したところ、応援の暖炉の製作条件をクリアすることができました。やったぜ！ということで早速、応援の暖炉を建設します。これで、様々な効果を得ることができますよ。どんな効果だったっけ？住民の士気が高まるような更新と、毎日ランダムで良い効果が得られるのと、
あとは使える建物のテンプレートが増えたり、第二の店というのが追加されたり。第二の店ってなんだろう？わかりません。まあ使える機会があれば。立派な暖炉になりました。椅子の配置のせいで圧迫感が増えちゃったね。そもそもこんなところに椅子を野ざらしにしていること自体がアレな気がするので、ちゃんと食堂とか作らないとダメだね。喜ぶみんなを尻目に農家さんのお店を物色するキリトン。食べ物だからさ、ゲットしにくいものがあったら欲しいからさ。結局欲しいものはなかったので、売却用に作っておいたランタンなどを売り払いました。うん、ゴブリンが町に入ってきた。何しに来たんだ？え、貢ぎ物をくれって？やだよ。ただこっちが損するだけじゃん。まあもちろん、こんな要求お断りです。でも、要求を断ったら、襲ってきたりするんじゃ。まあそうだろうね。でもこっちには、マキさんとズン姉様がいるんです。ゴブリンなんて追い払っちゃえ、ってことだね。そういうことよ。大丈夫大丈夫。お、動き出しましたね。出動するのは一部だけなんだ。なら楽勝ですな。でもまあより安全を求めて防具を新調しておきましょう。せっかくお利口さんがいるんだもんね。防具は作ったけど装備方法がわからなかった。ダメじゃん。ついでにせっかく私が作っている回復薬も使い方がわかりません。コメントで置いておけば勝手に使ってくれるって書いてあったよ。あら、そうなんですか。じゃあ心配いらないね。あれ、ゴブリンたちどこに向かってるの？ハースリングたちに目もくれませんね。あ、これはもしかしてアイテムを狙ってる。うわ、ストックしてたアイテムたちが破壊されてる。これは直接攻撃されるより厄介かも。早く貴重なアイテムを破壊される前に倒さなきゃ。ふう、とりあえず倒しました。いくつかアイテムが破壊されてしまいましたが、貴重なものはなかったのでセーフ。大切なアイテムは安全な場所に保管しておいた方がいいのかもね。そうだね、倉庫用の建物も作らなきゃ。ということで、倉庫用の建物を建設します。クナの木工レベルが上がったよ。お、レベル5になったってことは羊飼いの杖も作れるね。卵料理を作るのだ。やりたいこと、やらなきゃいけないことがどんどん増えていくね。一つずつ片付けていかなきゃね。侵入者が近づいてきたり、ゴブリンが襲撃してきたり、忙しいながらも倉庫が完成しました。花壇と看板があるだけでなんだかいい雰囲気になったね。装飾って意外と大事なんだな。中はそんなに広くないんですが、石のチェストが10個ぐらい入ります。いっぱいにならない。皆さんの職場を作ったら、石とか木とか食料は職場の近くに保管しようと思っているので、このサイズでも足りると思います。なるほど、近い方が効率がいいもんね。とまあそんなところで、今回はここまでにしましょうか。応援の暖炉ができて、また一つゲームが進んだね。この先にどんな展開があるのかわかりませんが、どこまで行くのを目標にしようかな。それはもう、みんなが幸せに暮らせる街を作るまで、でしょ？そうだね、幸福な街づくりだもんね。ではでは、また次回をお楽しみに。 See you! いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。ハースリングたちのおねんねを眺めながら始めさせていただきます。みんなでおねんねしてる。最近みんなのお休みタイムが重なるようになりました。ペットの所有者を決めたからかな。まあとりあえず言えることは一つだけ、かわいい。現在野ざらしにしていたアイテムをせっせと倉庫へ運び込んでいるところです。ゴブリンに壊されちゃうからね、っていう話をしたら、ゴブリンがまだ早いよ。とりあえず運べるだけ運んで迎撃しましょう。ぬ、なんだろう。動揺しているような旅人？なになに？普通じゃない大きさのウサギを見た？ゆかりさんじゃない？いや、下の選択肢がおかしいでしょ。なぜその話を聞いて思い出したかのように人参を置くのだ。まあでも、人参は作ってたはずだし、置いてみる。そうだね、何が起きるんだろう。15個あるし、5個ぐらいなら全然痛くないね。
そしてゴブリンだよ、ゴブリン。あれ、今回は前衛隊が2人、後衛が3人に増えてる。リムワールドみたいに襲撃の規模が上がっていくのかな。リムワールド、初回襲撃、大惨事、頭が。しかしこう、どんどん襲撃が厳しくなるなら、早めに巣を潰しておいた方がいいんじゃないだろうか。今言っても返り討ちに遭いそうだけどね。カジヤを確保して、金属製の武器や防具を作ってからだね。そういえば、歩兵じゃない人たちも戦ってくれてるね。ほんとだ、いきなりどうしたんだろう。と思ったら半分は左上で待機してるし、戦うかどうかの基準がわかりません。精神が高い人はよく戦ってくれるとか？ああ、そういえばそんなパラメーターだっけ、精神って。このゲームの攻略情報があんまりネットに転がってないから、よくわからないんだよね。ということはすなわち、先人の知恵を借りなければならないということなので。コメントで教えてください、お兄様、お姉様。あ、そういえばね、今の今まで、敵が落としたアイテムとかお肉とか、拾ってくれなくて困ってたんですよ。いろんなアイテムが散乱しちゃってるね。それが、拾う方法を教えていただいたんです。戦利品の回収、という項目があるようで、これを使えば拾ってもらえるみたいです。コメントあさってたら気づけたお話だったね。それでね、この前、落ちてる卵は使えないみたい、っていうお話をしたじゃないですか。この卵も、戦利品の回収を使えば拾えましたよ。おお、これで卵料理も作れる。ただちょっと残念なことに、この卵は大きな卵といって、飼育で得られる卵とは別物みたい。大きな卵は、目玉焼きぐらいにしか使えなかったよ。目玉焼きも美味しいからよし。やばい、ちょっとまずいかもしれない。どうしたの？ジャイアントストーンっていう、体力がバカみたいに弱いモンスターが襲撃してきたんですが、直前のゴブリンによる襲撃で、マキさんとズン姉様の体力が半分まで削られてるんです。早く回復しないと、回復薬は作ってあるの？作ってあります。在庫をキープするように指示を受けているので、でも、どうしても使ってくれないんです。ええ、目の前に傷ついた人がいるのに、どうして？どうもね、後で聞いた話だと、回復薬や包帯は、寝込むぐらいまでダメージを受けてしまった場合じゃないと、使われないらしいの。具体的には、体力が半分終わった時ね。そんな、じゃあマキさんもズン姉様も、回復できないまま次の戦いに挑まないといけないの？僧侶がいないとダメなんだって。とりあえず、今はこの状態で戦ってもらうしかないよ。大丈夫かな？力尽きたらどうなるんだろう？それはあえて調べてないから、わからない。ダウンして救助を待つ感じになるのか、それとも跡形もなく消滅するか、死体だけ残るか。一番最後のが一番嫌だよ。まさかこのほのぼのとしたゲームにダークサイド要素があるとは思えませんが、とにかくまずはこの戦いを耐えてほしいんだ。歩兵以外の人も戦ってるし、なんとかなるよきっと。うん、やっぱり数の力は偉大だね。よし、倒すことができました。マキさんとズン姉様の体力が半分終わっちゃったね。これは治療の対象になるかな？はい、録画が途切れていました。おいおい。それでさ、なんかどうも挙動がおかしいんだよね。どうしたの？今さ、こうやってみんなで暖炉を囲んで休んでるんだけどさ、お仕事がないのかと思いきや、周りには運搬してもらいたいものが大量に転がってるんだよね。ほんとだ、鉱石も川もたくさん転がってるね。全員に運搬のチェックを入れてるから、本来なら運んでくれそうなんだけど、なぜか誰も運んでくれないんだ。過酷な労働環境に対するストライキじゃない？こっちでもホワイト企業を作らないとダメか。まあその、もちろん休憩も必要だし、ずっと働いてほしいわけじゃないんだけど、こんなにみんな揃ってずっと休憩してるのは、ゲームの挙動としておかしいんじゃない？って思うんですよ。確かに、何か見落としてる設定とかがあるのかも。結局編集時現在もわからないので、もしわかれば教えてください、ってウプ主が言ってます。コメントを頼りにすることが多いね。また、戦闘でマキさんとズン姉様がボロボロになりました。あれ、もしかして今キリが運んでいるのは。あ、これは包帯ですね。回復薬じゃなくて包帯なら使ってくれるかな、と思って作ったやつです。ズン姉様の治療を始めましたよ。マキさんじゃなくて、真っ先にズン姉様のところに行くあたりがキリだね。ズン姉様！早くマキさんを治療してね。少しだけ回復しました。本当に少しだけだ。包帯は結構回復するみたいだけど、回復薬は少しだけみたい。飲み薬の方が効きそうなのにね。オキサロール軟膏みたいなものだね。ごめん、全然わかんない。オキサロール軟膏はビタミン D の塗り薬、感染という皮膚の病気に使うお薬。ビタミン D には飲み薬もあって、確かに吸収率は飲み薬の方が高いんですが、塗り薬は飲み薬の100倍多い成分量を使うので、結局体内に吸収される量は塗り薬の方が多いのではないかと言われています。
へえ、すごいねえ。さてはわかってないな。4棟目の家を建てていたら、本日の更新が来ました。要件は、普通に余裕でクリアです。ちょうどお家も完成しそうなので、新しいお友達を受け入れます。まだ受け入れてないお友達、誰がいたっけ？意外と、ササラちゃんがまだでした。だから、そのタイミングで警告が出るとササラちゃんが侵入者みたいになるじゃん。ササラちゃんは、思考が6、身体が3、精神が4の優秀な人材です。何かを作るお仕事についてもらいたいですね。あ、そういえば、鍛冶屋が欲しいって言ってなかったっけ？あ、そうだった。じゃあササラちゃんに任命しよう。金属製の武器と防具が作れれば、ズンレイ様とマキさんが、こんなにボロボロになることもないはず。あの、ササラちゃんが狼に襲われてます。新入りに与えられた洗礼だね。やだよそんな洗礼、絶対就職拒否するよ。防衛部隊に出動してもらいましょう。と、狼を討伐している様子を見ながら、今回はここまでにしましょうか。今回は、戦うことが多かったね。実はかなりカットしているのですが、全体の2割ぐらいの時間が戦闘時間だったと思います。やはりゴブリンの襲撃が始まったのが大きいですね。鍛冶屋がより欲しくなったね。ササラちゃんが来てくれたおかげで、次回はようやく鍛冶屋を確保できる、かな？まあそんな予定です。予定は変わることもあります。変わっちゃうのか。では、また次回をお楽しみに。See you! いらっしゃいませ。今回も街づくり、頑張っていきましょう。前回は、ズンレイ様とマキさんがピンチになったけど、なんとか耐えたところだったね。ズンレイ様がやられてたら、企画はなかったことになってました。そんなレベルだったのね。あとは、ササラちゃんも参加したね。早速、狼に襲われたね。ササラちゃんはきっと、強い人になれるよ。うん、奇妙な取引。どんな取引だろう？野菜が欲しいらしいです。野菜なら結構あるけど、何と取引してくれるんだろう？あ、元気の競争剤がもらえました。オッケー。スタミナを上げるアイテムとか？この世界にスタミナってあったかな？説明文を読んでみよう。元気を一時的に絞り出します。つまりモンエナということか。効果が切れた瞬間に倒れそう。ちょっとだけ調べてみたけど、体力がゼロになった時に薬草医が救助するために使うみたい。なるほど、瀕死状態から一時的に元気を絞り出すってことね。アドレナリンみたいな感じね。あ、ということは薬草医が調合できるのかな。今度機会があったら作ってみようかな。作らないフラグですね。わかります。4つ目のお家が完成しました。これで16人までは住めるようになったね。いろいろ考えると16人が上限かな。いろいろって何？パソコンへの負荷とか食料問題とかお家のスペースとか、あとキャラクターの種類とか。最後のが一番の理由だね。うん。でも最近はボイロのお友達もどんどん増えてるよね。今度はリッカちゃんだっけがやってくるんでしょ。うつ主はリッカちゃんのクラウドファンディングに課金したらしいですよ。リッカちゃんを迎えしたらあかりちゃんと組ませて実況作るんだって。あかりっかコンビだとか言って。支援者限定の EX ボイス、どんなのだろうね。さて、それでは前回に宣言した通り、ササラちゃんを鍛冶屋に任命します。今一番期待される職業だね。金属時代への突入というのは、どのゲームでも一つの区切りというものです。武器とか防具とか機械とか、いろいろ作ってもらいましょう。つづみちゃんが被った。さすがチェビオ。さて、鍛冶屋にはなりましたが、まだ作れるものは限定されています。とりあえずトレーニングを積んで、武器や防具を作れるまでレベルアップしてもらう必要がありますね。思考が6だから、きっとすぐ上達するよ。まずは最初に、多分、作業台的な何かが必要だよね。金床、ワインゴットが必要。とすれば、鍛冶場が先か。鍛冶場で、鉱石をインゴットにして、そのインゴットでいろいろ作るみたい。一つの鉱石から、5個のインゴットが作れるんだね。それはマイクラだね。しかもメカニズム入りの。普通に鉱石一つからインゴットが一つだと思うよ。貴重なササラちゃんのお休みタイム。え、なんかめっちゃ急に暴れ出したんだけど。あ、落ち着いた。なんだったんだ今の。狼に襲われる夢でも見たんじゃないかな。あり得る。ササラちゃん、鍛冶場を制作中。あ、本日の更新が来たよ。ちょうど鍛冶場も完成したし、見てみよう。余裕のクリアですね。
この総資産にボーナスが入ってるのって応援の暖炉のおかげ？そうだね。さて、次が15人目のお友達かな。あと誰がいたっけ？どうして高橋はこういう扱いになるのか、よくわからないキリトンです。同じくよくわからないユナタンです。高橋は思考が1、アホですね。その代わりに、肉体が6、精神が5という、偏ったステータスです。脳筋高橋。完全に戦闘員向きですね。歩兵にしましょう。ちょうど、ゴブリンの襲撃が来ました。まあでも、まだ任命には間に合わないね。ゴブリンの襲撃も、ずっと続くのかな？本拠地を潰しに行かないと、止まらないのかな？さて、とりあえずよろしゅう。マキさんもズン姉様の経験を積んで、めちゃくちゃ強くなりましたね。全然余裕だし、逃げるゴブリンを追いかけ回してるよ。ここに高橋も加われば、そろそろ本拠地に進行してもいいかもね。ササラちゃんが作った鍛冶場、ここで鉱石をインゴットにします。鉱石は石を掘った時にたまに出てくるね。あとは燃料として木材が必要。原木のまま使うのはもったいないと思ってしまった私がいる。石炭もあったはずだけど、そっちじゃダメなんだ。別の使い道があるみたいだね。さて、最初のレベル1で作れるのは銅と鈴のインゴット。とりあえずこれをひたすら作ってもらいましょう。鍛錬鍛錬。熱そう。熱そうだね。これ、精錬にかなり時間がかかりそう。レベルが上がれば、精錬速度も速くなるかな？そういえば、この近くにもチェストを置いてた方がいいかもね。材料を入れるチェストと、完成品を入れるチェスト。できるだけ動く時間を減らした方がいいもんね。料理もそうだし。で、またササラちゃんが逃げてる。今度はゴブリンの襲撃が来てるからだね。おや、あれ？なんか、いつもと違う気がする。どうしたの？これ、親玉だよね。あれ、ほんとだ。ボスが直接攻めてきちゃった。これ、倒せるの？やってみるしかないよね。攻撃してくる様子がないね。ただひたすらに、どこかを目指して歩いてる。ラオシャンロンですか、君は。みんなでフルごっこだどん。そして怯えるミコトシとユカリさんかわいい。逃げるユカリさんもかわいい。結局何が何でも可愛いんでしょ。てか、もうすぐ倒せそうなんだけど。倒しちゃった。何しに来たんだこの人。あれ、ということはゴブリンたちはいなくなったのかな。本拠地はすっからかんになったのかな。おご、おごってなんだろ。ココリコ遠藤でしょ。何年前の話ですかそれ。すっからかんにはなってなかったけど、これなら攻めに行けそう。宝箱もあるね。いただいちゃおう。さて、戦利品は？鉱石類と金のインゴットかな。金のインゴットは鍛冶屋レベルを5か6に上げないと作れなかったはずなので、嬉しいかも。さて、そんなところで、今回はここまでにしましょうか。次回も、見てくださいね。ではでは、See you! いらっしゃいませ。今回も街づくり、頑張っていきましょう。前回は、ササラちゃんが鍛冶屋になって、ゴブリンのボスを倒したんだよね。これで、もうゴブリンは襲撃してこなくなるのかな？また平和な村になるといいね。と、本日の更新が来ましたか。難なくクリアですね。これで16人目かな。だとするとこれで最後かな。他に誰がいたっけ。ギャラコさんがいました。そういえばギャラコさんのステータスはって確認しようとしたんだけど、プレイ中の私が録画してなかったよ。おいおい。さて、気を取り直して、今回の目標はササラちゃんの鍛冶屋レベルを上げることです。あれ、その前に、あの奇妙な鳥が帰ってきたって。キリタン町のみんなへ、
キリタン超すげえ発展しよるやん、とこっち茶話題やで。ただ、入植地が松として正式に認められるには、スポンサーが必要になるんや。それでな、スポンサーになりたいっちゅう人間が数人おるんや。今度、そいつらを連れてくるから、誰をスポンサーにするか、決めといてや。みたいな感じのことが書いてあるで。スポンサーですか。また分岐があるみたいですね。また、誰をスポンサーにするかで、追加効果が変わるのかな？そういうことだろうね。応援の暖炉に続き、また一つの区切りになりそう。とりあえず数日後に選択の時が来るみたいだから、それまで別のことをやって待っておこう。中央広場を広げましょう。暖炉の位置も移動させる予定です。それより、また通知が来てるよ。おっと、なんだろう。怪しいな。それな。あ、人じゃなくてウサギだったんだ。そういえば、ウサギが何かっていうお話がなかったっけ？あったね。人参を置いておこう、ってなったやつ。そのウサギが、この人だったのかな？それで、このウサギさんはなんて言ってるの？もともとウサギさんは人間と敵対する種族なんだけど、この町はすごいから、友好な関係を築く必要もあるかな、みたいな。種族の関係すら変えてしまうキリタン町の魅力とは一体？でも、それだけ？なんか、ランタンをくれるらしいで。石工が作ることもできる装飾品ですね。特別な要素とかあるんじゃない？かもね。あれ、連続で通知が来た。今度は何だろうね。とても静かやが、悪い予感がするで。さっきのウサギさんとは関係ないみたいですね。タイミングは偶然ですか。狼が近くにいるで、ゴブリンの狼や。ゴブリンの狼ってどういうこと？ゴブリンが手名付けた狼かな？狼もゴブリンも強くなかったし、ゴブリンの狼も別に強くはなさそう。でもこの人は、逃げろって言ってるよ。それはほら、ゲームによくある誇張表現よ。あ、そういうことね。まあ、とりあえず戦いの準備はしておこう。そういえば、高橋を歩兵にするって言ってたよね。ってことで、高橋を歩兵に任命します。歩兵？ちなみに、ツン姉様とマキさんの歩兵レベルはマックスの6です。歴戦の戦士じゃん。あとついでに、ギャラコさんは石工に任命します。あれ？もうゆかりさんがいるでしょ？石工は仕事が多いから、二人いた方がいいかなって。あと、もしかしたら、石工の上位職にも手を出してみようかな、どうしようかなって感じ。石工の上位職って何？なに？陶工っていう、家具を作る職人だね。家具のクオリティが上がれば、多分住人の幸福度も上がるし、幸福な街には必要かなと思ってさ。なるほどね。あともう一つ言うと、高橋も歩兵の上位職、弓兵に任命しようと思って。マキさんやズン姉様じゃなくて？マキさんとズン姉様は歩兵レベル6だから、もったいないような気がして。確かに。ギャラコさんは投降にしたい。高橋は弓兵にしたい。ササラちゃんの鍛冶屋レベルは上げたい。やりたいことが山積みになっちゃうね。ゆっくりやっていこう。なんか、またゴブリンが攻めてきたんだけど。またゴブリンの巣ができたのかな？これだけボコボコにされてると、逆にかわいそうになってくるよね。実は歩兵の皆さんは、宝箱攻略のために出張していたんですが、歩兵以外の人たちでもなんとかなるのね。宝箱？右下に、ジャイアントが守る宝箱があったんだよね。中身はもう何だったか忘れたけど。はぁ、どっこい！それで、ゴブリンはどこから来たのか。左側に帰っていくよ。あれ、来たのは上からだった気がするんだけど。こんなところに巣ができていました。罠師の活動場所と近いじゃん。アカネちゃんが危ないかも。あ、しかも狼がいる。ゴブリンの狼って、こういうことか。どうする？こっちから先手を打つ？とりあえずアカネちゃんの安全確保が先かな。それに歩兵たちもまだ帰ってきてないし。キャ、アカネちゃんが危ないで、助けてやで。なかなかの棒読みである。なんだろうね、この、ポップなのに邪悪を感じるこの見た目は。今気づいたんだけど、さらに右上に、もっと怖そうな構造物ができてたんだよね。敵はゴブリンだけじゃないの？もしかしてこのゲーム、若干リムワールドに寄ってる？ちょっと怖くなってきたね。ここでウプヌシの名前を見てみましょう。大丈夫かな？ゲーム続けられるかな？ウプヌシさん。とりあえず左の罠は消しておこうね。あ、先に攻めてきちゃった。むしろ好都合だったり？どうだろう、強いのかな？こっちには最強のマキさんとズン姉様がいるんだぞ。あと高橋。逃げるアカネちゃん。距離を取っておいたのは正解やったな。
先にササラちゃんとアカネちゃんが応戦。そしてここで歩兵が到着。あ、これ結構楽勝そう。うん、全然大丈夫だったね。薬草医の出番もなかったよ。そろそろキリも僧侶になって戦いに参加した方がいいんじゃない？確かに半分ニート状態だしね。でも私が僧侶になったらタイトル詐欺なんだよな。それは許されると思うよ。狼もいなくなったし、もうあの巣を潰しに行きましょうか。イエイイエイ。哀れ、かわいそうなゴブリン君。宝箱の中身はなんじゃるな？銅と鈴のインゴットに鉱石類ですか。あんまり美味しくなかったね。プンプン。そういえば、マーさんがやってきたみたいだね。マーさんって誰だっけ？あの手紙を持った鳥を飛ばしてきた人だよ。ああ、数日後に来るって言ってたっけ。スポンサーを連れてきたみたいだね。一人目は聖職者のエンバーさん。エンバーさんがスポンサーになるためには包丁の椅子を立てる必要があるみたいやな。エンバーさんがスポンサーになると全員の思考、肉体、精神の能力値が1ずつ上がるみたいやで。なるほど、能力値の上昇は素直に嬉しいかも。二人目はギルドマスターのアザエルさん。彼がスポンサーになるには技術への賛辞を捧げる必要があるで。彼がスポンサーになると傑作と呼ばれる最高品質の加工品が作れるようになるで。最高傑作の家具が作れると住民の幸福度ももっと上がるかもね。3人目はこの絵長のトレイスさん。彼女をスポンサーにするには CID の記念碑、中物を建てる必要があるみたいやな。彼女がスポンサーになれば最高級の武器が作れるようになるで。最高級の武器、魅力的ではあるけど。さあ、誰をスポンサーにする？うん、1番目か2番目かで迷うけど。1番目、北条の泉かな。決め手は？当時のウプ主が高級家具による幸福度アップのことを何も考えていなかったからです。おお、めたいめたい。例によってこの録画は1ヶ月以上前です。とまあ、北条の泉を建築するという目標が決まったところで、今回はここまでです。ごきげんよう、ナギ。いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。前回は北条の泉を建てることに決めたんだよね。そうそう、まずは北条の泉の作り方を確認してみようか。総資産はクリアだね。あとは北条の泉を配置すれば OK と。北条の泉は設置物なんだね。どうやって作るんだろう。確か石工が作れるって話だったと思うけど。これか。石と金インゴットと食べ物の寄贈箱。食べ物の寄贈箱？そんなものあったっけな。寄贈箱は料理人が作れるこれだね。ポヨのホットパイ、百姓パン、羊のあばら肉の炙り焼き、トウモロコシのバスケット。ポヨって何？そりゃあもうピンクの悪魔じゃなくてこの世界の鳥さんだね。つまりポヨと羊の素材が必要であるということ。それはすなわち羊飼いが必要になるということ。これはアカネちゃんに羊飼いになってもらうしかないね。アカネちゃんは羊飼いになったるで。あとはキリンゴットも必要ということで、ササラちゃんの鍛冶屋レベルを上げないといけないね。現在ササラちゃんは絶賛金属を精錬中です。ということでアカネちゃんを羊飼いに昇格させます。いつの間にか罠師レベルも5まで上がってたね。そうすると罠師がいなくなっちゃうから後継ぎが必要だね。なんかゆかりさんが疲れてる。どうしたんだろう。ああ、さっきの敵にダメージを食らったのか。あとは人間関係にも問題があったみたい。そこをこっちから介入できる方法ってあるかな。現実なら部署を移動させたりだけど、ここではどうしようもない気がする。あ、作業場を作ればいいのか。というか今まで作ってないのがおかしいのか。結局家と倉庫しか作ってないもんね。アカネちゃんが羊飼いになりました。羊飼いアカネちゃんやで。羊飼いは周辺の動物たちを連れてきて飼育することができます。早速連れてきてもらいましょう。まず最初に放牧地を設定する必要があります。放牧地の広さによって飼育できる動物の数が変わります。このくらいでいいかな。あ、飼育できる動物が3種類いるんだ。
なら、もっと細かく分けないとダメかな。とりあえずお試しでやってみよう。そうだね。じゃあこのくらいで。まずは、羊牧場にします。あ、この広さだと2匹しか飼えない。まあまあ、お試しだし。あとは、ポヨの飼育スペースも作っておきましょう。こっちは3匹飼えるんだね。それじゃあ、あかねちゃん、よろしく。よし、来た。森の奥の方に行ったね。そっちに羊さんがいるのかな？あ、いた。よしよし、ええ子やで君は。君はええ子やから、いっぱいご飯をあげるで。こっちについてくるんやで。えへへ、君はかわええな。あかねちゃんもかわええな。しばらくこちらの映像をご覧になってお待ちください。これは癒し、間違いない。また、羊飼いあかねちゃんを眺めるだけの動画を作ろうかな。ありありのあり。さて、羊さんはこのように、羊毛の採取ができます。それをお利口さんが使えるんだよね。そうそう、家具とか装飾品も、いろいろ作れるようになるね。それとさっきあかねちゃんが言ったように、動物の飼育には餌が必要です。料理人が作ってくれます。材料は安いね。あと、コメントで教えていただいたことですが、たまに、住民が動物をペットにすることがあります。もちろんペットにも餌が必要でして、人間と同じような食べ物が必要になります。ただ、ペットはチェストから食べ物を取り出して食べるという、ハイレベルなことはできないわけでして。ですので、すべての食べ物をチェストに収納するのではなく、一部はペット用に、外に置いておく必要があるんですって。あらら、全部中に入れちゃってたね。ペットが餓死すると住民の心情に影響するので、幸福な街を作るには必須です。おしゃべりでごまかしてたけど、羊さんが寸前まで放置してたな。ふははははははは。録画時は忘れてたよね。時間は巻き戻りまして、高橋を弓兵に昇格させます。高橋は脳筋だし Z 軸がないけど、大丈夫かな？なんか、落としたよ。歩兵の時に装備してた防具だね。歩兵が装備できるような防具は、弓兵には装備できないみたい。モンハンと同じだね。さて、なぜかまた同じ場所にゴブリンの巣ができていましたので、戦力も揃ったことですし、一発殴り込みに行きましょう。準備は OK？ レディーゴー。ゴブリン、討伐完了です。高橋の弓がめっちゃ強くない？戦利品を回収しておきましょう。そして、弓兵の強さを物語るシーンが撮れました。うわぁ、これ、一方的に攻撃できるじゃん。かなりのせこさですね。この後、ずっと放置してたんだけど、いつの間にかこの墓地は更地になってました。構造物も弓で壊せちゃうんだね。そのせいで結局わからなかったんだけど、この建物、何だったんだろう。少し早いですが、羊さんと添い寝する茜ちゃんの様子を見ながら、今回はここまでです。そしてようやく、ゴールデンウィーク中に行った録画を消費することができました。やっとコメントが反映できるね。まずはペット用の餌を置くスペースを作って、それぞれの作業用スペースを作って、あと、今まで敵襲があった時は警戒モードで対応していたけど、対応するための編成を作った方がいいらしいのでそれを作って、さらに街を装飾していって、家具もグレードアップして、そんな感じで進めていこうと思います。やること、たくさんだね。それでは、また次回をお楽しみに。あ、次回の前に、あかねちゃん観察動画が上がると思います。いらっしゃいませ。今回も街づくり、頑張っていきましょう。前回は、あかねちゃんが羊飼いになったんだよね。羊飼いあかねちゃんを観察するだけの動画も投稿しました。お楽しみいただけましたか？そしてしばらく様子を観察していたら、ポヨのヒナが生まれました。いろいろ省略されすぎて、もう生き物に見えないよ。ウプ主がマイクラで作った鶏よりひどいね。でも、これも可愛いね。可愛いが詰まってるね、このゲーム。さて、今回は予告の通り、コメントでアドバイスいただいたことをいろいろ取り込んでいきましょう。
コメントありがとうございます。まずはペット用の餌を置くスペースだね。ペットがいると住民の心情地に影響します。よく見るとペットと遊んでる様子が見れたりするんですよね。あかねちゃん観察動画でも他の人たちが羊さんと遊んでる様子が見れたね。あんな感じのことをペットともするみたいですよ。ああやって遊ぶとしばらくの間心情地にプラスがつきます。それでペットはチェストの中に入った食べ物を食べられないので、ペット用の食べ物置き場を作らないといけないということを教えていただきました。ということで住宅の横のちょっとしたスペースに食べ物置き場を作ります。これでいいのかな。そこまで広くはいらないかもよ。9マスぐらいがちょうどいいかもね。この子が茜ちゃんのペットですね。仲良しになったって表現が素敵だよね。そして動物の種類によって何を食べるのかも決まってるんだね。この子は雑食、つまり何でも食べるんだね。今何でもって、ということは多分今までペットを餓死させてたんだろうね。かわいそうに。もうそんなひどいことはしないからね。さてそれじゃあ次にそれぞれの作業場を作っていきましょう。この前はゆかりさんが作業の邪魔をされたって落ち込んでたもんね。まずは木工士の建物から作りましょう。テンプレートが用意されてるならそのまま持ってきたいけど。あ、木工の家ってあるね。ああ、これって作業場が外に作られてるパターンのやつだ。本体は住居スペースってことだね。家はいらなくて作業場だけが欲しいので別のテンプレートをいじって作ろうかな。小さめのサイズのテンプレートあるかな。これを使おうかな。一人分の作業スペースなら十分そうだね。はい、ドン。あとは内装をいじりましょう。まず中にベッドが入ってると思うのでこれを削除して、消しゴムのアイコンだったかな。よし、じゃああとは作業台やら家具やらを設置していきましょう。よし、これでいいかな。意外と窮屈になっちゃったね。作業台が2種類とチェストを入れるとそれだけで結構なスペースを取ったね。それじゃ建設お願いします。そういえば木工士ってウナじゃん。みんなウナのために頑張ってね。なお、ほとんどの建材はウナが作る模様。おっと、襲撃ですか。ちょうどいい。コメントでアドバイスいただいたことの2つ目、実践しましょう。今まで襲撃が来た時は警戒モードを発動していました。ただそうではなく兵士の編成を作って対応させた方が他の人の動きが止まらないのでいいよと教えていただきました。編成は事前に組んでおいて警戒モードの横にある旗のアイコンから指示を出せます。今回は赤色の旗に兵士3人を編成しておきました。歩兵と騎士と弓兵と、そして僧侶が編成に組み込める感じかな。早くキリも僧侶になって編成に入らないとね。戦い怖いよ。それで場所の移動、標的の攻撃、地点の防衛、この3種類の指示を出すことができます。編成に組み込まれた人以外はいつも通りの仕事をするので襲撃のたびに全員の手が止まらなくて済むというわけですね。なお攻撃指示は1つしか出せないので複数人の襲撃には対応しにくいという欠点もありそうな感じです。警戒モードも場合によっては使っていかないといけないね。今回は1人だけかな。ちょうどチュートリアルにふさわしい敵が来ましたね。ゴブリンもこの動画を見ている説。やっぱり強いね。弓兵が思ったより強かった。動画も半分まで来たので癒しタイム。どんだけ羊飼いあかねちゃんにハマったのさ。そういえば羊さんの子供も生まれました。こっちはちゃんと羊さんしてるね。あ、ゴブリンいるじゃん。あらま、もうゴブリンに苦戦することはありませんね。おととい来やがれ。さてハーフタイムは終了です。ゆかりさんが額をランタンで焦がしたいようですが、もうすぐ木工士の作業場が完成しそうなところです。ゆかりさんにそういう趣味があったのか。ほら、ゆかりさんが変な趣味を見せるから襲撃が来ちゃったじゃん。一つも関係ないような気がするの。敵は数が多かったので警戒モードで対応しました。このオオトカゲさんは体力が多いもののそこまで強くなく、そしてお肉を落としてくれるのでボーナスですね。それな。さて襲撃の途中に通知が来ましたが何でしょうか。あ、この前言ってたオゴじゃん。オゴてんてんてんって言うからオゴで始まる何かかと思ってたじゃん。そしてイヤーノ、この選択肢はどうなのよ。となしかないじゃん。この選択肢で未来が変わることはまあないっしょ。で、君は敵なんだよね。どっちかというとオゴって名前のボスがいて、このゴブリンはその部下というかしもべというかそんな感じみたいやな。ゴブリンたちを従えるボスですか。いつものように私たちのものを暴いに来るって言ってるけど追い返せばいいよね。また戦いが来るわけですか。平和じゃないね。
あ、通知だ。たかり、なんだか嫌な予感がするタイトルだけど。この前から交流しとるウサギさんやけど、ゴブリンが木製のドアを要求してきよるらしい。そっちにも敵対してるんですが、ゴブリンは。それで、ウサギ族には大工がいないから、うちらが代わりに作ってあげるか、ゴブリンと戦うための回復薬を作ってあげるか、どっちかをしてほしいらしいで。木のドアぐらいだったら、全然作ってもいいよ。木工師のウナがそう言ってくれたので、ドアを作る方向で行きましょう。頑張ろうウナギ。ウナが頑張ろうウナギをしている最中、また新たな通知が。シューという声とともに、人影がそばに現れた。やべえ、クリーパーだ、逃げろ。シューと言ったら、もうあの姿を思い浮かべるようになっちゃったね。それで、クリーパーもどきくんは一体誰なんですかね。時期に応募衆長と呼ばれるものがここに来るだろう。さっき聞きましたね。オモは、預言者と呼ばれるものの力だけではなく、盗んだ赤子からも力を得た。一体何が言いたいんです?マウンテンの魂を癒す子守歌が書かれている紙を渡すから、盗まれたフルートを探し、木工に調律させ、敵の進路に置くんや。マウンテンっちゅうのは、おそらくオモが力を借りた子供のことやろうな。その子供の魂を癒す歌を流せば、こっちに有利な何かが起こるんやろ。じゃあ、まずは壊れたフルートを探さないといけないね。壊れたフルート、どうやってゲットするんだろう。ってことで、次回はフルートの入手法を調べて、調律して敵を迎え撃つところからです。これはもう調べてあるで、いつまでもコメントに頼るのはあかんからな。そういうことです。ではまた、次回をお楽しみに。お疲れうなぎ。いらっしゃいませ。今回も街づくり、頑張っていきましょう。前回は、壊れたフルートを探せ、って言われたところだったね。あと、ウナの作業場が完成しました。ちょっと狭いけど、いい感じだよ。幸福度も上がってますね。狭い成果1ポイントだけだけど、やっぱり、作業場を作るのは幸福度を上げるために必要だったんだ。他の人たちの分も、早く作ろうね。さて、それで壊れたフルートの入手法ですが。どうやってゲットするの?調べたところ、ゴブリンからのドロップのようです。あら、そうだったの?それを聞いて、思い出したんだけど、もう持ってました。持ってましたか。うん、かなり前にゲットしてたね。これ何に使うんだろうと思ってた。ということで、あとはウナに修理と調律をしてもらうだけです。そして完成したものがこちらになります。あまりにも早すぎる作成、私じゃなきゃ見逃してるね。はい、見事な録画ミスでございます。それで、完成したのがマウンテンの風鈴というアイテムなんですけど、これを設置しておけば、オボの襲撃を回避できるとかなんとか、そんな感じのことが書いてありました。じゃあ、町の入り口に設置しておかなきゃいけないんだろうけど、どこに設置するかという問題なのよね。今、この町には、北、西、東の3方向から入ることができるからね、オボがどこから来るのか。全然わかんないね。まあ、フルートの在庫は3つあったので、風鈴を3つクラフトして全部設置すればいいんですけど。全部置けばいいって、それ一番言われてるからね。実は装飾品としても優秀なステータスなので、数を増やすのはメリットしかないのです。3箇所に風鈴を設置しておきました。そして一応、戦力を拡充します。誰か歩兵を増やすの?そうそう、いつの間にかお迎えしていたソラさんを歩兵にします。これも6ダミスかな?ソラさんは、思考が3、肉体が5、精神が6です。戦闘向きですね。そして、私、ついに決意しました。お、ついに?私、東北キリタンは、動画タイトルを捨て、僧侶になることを誓います。わーい、タイトル詐欺の再来だ。僧侶になるためのアイテムは、薬草医が自分で作ることができます。材料もとってもお手軽です。キリ、楽しそうだね。ハースリングは幸福度が上がるとスキップをし始めます。実際移動速度が上がってるので、見た目だけの問題ではなかったり。ナウアーゼ本を作るのに乳房と乳鉢が必要なんですかね。紙から作ってるのかも。だとしてもだよ。完成したみたいですね。よし、じゃあ、転職しましょうか。スズミちゃん、かぶらないでください。この前もササラちゃんとかぶってたね。さて、これでこのシリーズは永久にタイトル詐欺となりました。このように、僧侶は、傷ついた人や動物を癒す魔法を詠唱します。MP はないので、傷つく人がいる限り、詠唱し続けます。これ以外に、減った体力を回復する方法がほとんどないから、とっても重要なお仕事なんだよね。
そうなのだ。それにしても、我ながら、僧侶ってかっこいいね。あ、その距離でも届くんだ。これは、予想以上に強い職業になる予感。でも、この羊さんって、どうして体力が減ってたんだろうね。餌はあげてます、ちゃんと。ハースリングと動物の触れ合いって最高すぎない？最高すぎるね。おっと、通知が来ましたね。今度は何だろう？ちょっと待ってね。またあのウサギさんだ。ウサギさんたちはいつも地下に住んでるから、アンバーストーンっていう太陽光を取り込んだ石が必要なんやって。でも、そのアンバーストーンのエネルギーが尽きてしもうたらしい。だから、うちで光を吸収させてほしいんやってさ。それぐらいなら全然。あ、でも夜にアンバーストーンを置いておくと、モンスターが引き寄せられるんやってさ。なるほど、そういうデメリットがあると。昼の間だけ外に出しておいて、夜には片付ければいいね。そこだけ気をつければいいでしょう。まあモンスターが来ても追い払えるけどね。アンバーストーンはあるかな？あ、これか、このみかんみたいなやつ。ちょっと酸っぱめのみかんかな？これをお昼の間、設置しておけばいいんだね。モンスターが引き寄せられることを考えると、防衛しやすいところに置いてた方がいいのかな。隅っこの開けた場所に置いておこう。じゃあ、ここに置いておきましょう。なるほど、これが 100% になれば OK ということね。声援声援、誰もストーンを収納してくれませんでした。おいおい。暗くなる前に収納の指示を出したんですけどね、誰もやってくれなかったです。そしてそのストーンに引き寄せられて、狼がやってきてしまいました。キリが襲われてるじゃん、大丈夫？自分で自分を回復することもできるので、狼ぐらいならまあ、でも、早く来てくれないかな。僧侶の回復量すごいね。いつの間にかキリは全回復してるじゃん。もっと早く僧侶になっておくべきだったね。しかし、これは困りましたね。行動の優先順位をいじれたらいいのに、これじゃあ昼間だけストーンを設置するっていう方法が取れないよ。もう 28% まで進んでるし、あと2日ぐらいだから我慢しますか。もう少し、人を増やそうかな。話と薬草医がいなくなっちゃったし、少し人が足りないかもね。新しく4人部屋を作ってて、裏でソラさんをお迎えしているので、あと3人までならお迎えできます。このゲームに入ってるボイロスキンは残り2種類ですが。あとは、誰がいるっけな。一人は、ツイナちゃんでした。最近の子だけど、しっかり追加されてるんだね。さすがにリッカちゃんはいないけどね。そしてついに、オゴがやってきたようです。マウンテンの風鈴は、どんな効果があるんだろうね。あ、オゴもゴブリン族ではあるのか。じゃあ、力を借りた子供っていうのは、彼か。風鈴と同じ、マウンテンって名前だね。略奪のために気合を入れているようですが、残念ながらこっちにはマウンテンの風鈴があるのでな。で、襲撃はどこから来る？あ、こっちですね。ゴブリンたちがたくさんいるね。普通に戦ったら負けるかも。よかった、風鈴を作っておいて。それじゃあ、襲撃を迎え入れましょう。念のため、防衛隊は配備しておきます。おや？おやおや？マウンテンが戦意を喪失したみたいやな。マウンテンにとって懐かしいような風鈴の音が聞こえてきて、心が安らいでしまったようです。風鈴っていいよね。友達になろうよ、っていう選択肢があるので、これを選択。優しい世界。マウンテンが動かないならオゴも諦めたようで、そのまま帰っていきました。なるほど、戦い自体をスキップできる効果だったんだね。しかも、マウンテンから贈り物として、ウサギのぬいぐるみをもらいました。マウンテンは敵の手の内にいただけで、本当は心優しい子供なんだね。さて、オゴたちとの戦闘を回避したところで、今回はここまでです。次回は、北条の泉の制作に取り掛かれるかな？準備はほとんどできたもんね。そしてお知らせですが、次回、北条の泉を作成したら、このシリーズは一旦の最終回となります。寂しいけど、確かに、キリはいいもんね。ただ、このゲームは癒し度が高いので、ウプ主が癒しを欲したら、戻ってくるかもしれないそうです。コロコロにゃー。ということで、おそらく次回が最終回、お楽しみに。
いらっしゃいませ。今回も街づくり頑張っていきましょう。前回はキリが僧侶になったね。あと午後の襲撃も追い返したね。マウンテンくんがお友達になりましたね。お友達が増えると楽しいぞい。そして今回は北条の泉の作成に取り掛かります。確かポヨと羊さんを使ったお料理が素材に必要なんだっけ。そうそう、あとはキリンゴットもね。アンバーストーンにエネルギーが最大まで充電されたようです。結局夜の間も置いたままにしてたけど、モンスターが来たのは一回だけだったね。そのモンスターも僧侶キリタンの大活躍で問題なく撃退できました。キリ、僧侶としての自分を気に入ってるな。アンバーストーンはウサギさんにお返しし、お礼に装飾品をいくつかもらい、評判が上がりました。評判が上がるとどうなるの？風水師の新たな技術を伝授してもらえるんですって。風水師はゴーレムを動かしていろんなことができる、そんな感じの職業です。ゴーレムといえば運搬のお手伝いをしてくれるコオロギゴーレムもその一つだね。そうそう、そんな感じでいろんなお手伝いをしてくれるゴーレムを作れるんだとか。まあエンドコンテンツ的な職業だそうなので、このシリーズでは触れないけどね。その風水師の技術を伝授してくれるのがウサギさんなのです。そしてもっと好感度が上がればウサギさんたちがこっちに移住してくるんだって。へえ、ウサギさんのお友達になるんだね。そんな感じですね。まあメリットしかないので、ウサギさんのお願いは聞いた方がいいね。それで今作ってるのは誰の建物？職工さんの建物です。お利口さんの建物か。これはテンプレートの建物が使いやすそうだったので、ほとんどそのままテンプレートを使っています。完成が待ち遠しいですな。おや、通知ですか。新しいパートナーシップ。またウサギさんだ。キリタンたちのおかげでウサギさんたちはうちらに信頼を置いてるみたいやな。ふっふっふ、キリタンはみんなの味方だからね。キリタン優しいやった。それで友好の印の彫像とコオロギゴーレムをもらったみたいやで。いいですね。彫像だけじゃなくて実用的なアイテムも一緒に送ってくれるあたりが有能ですわ。せやな。ただこのウサギさんはいつもこの先が暗黒だとか妙なことを言っていくんよな。今回でこのシリーズは最終回なので問題ないですね。それでええんかほんまに。19人目のお姉ちゃんを裏でお迎えし、ボイチェビスキンの住人はコンプリートしたので、最後に一般人を1人お迎えして人口が20人になりました。唯一の一般人枠、これは競争率高そうね。そしてやはりこの辺りから負荷の問題が起きてくるようで、一度警告が入ります。もうこれ以上は増やさない方がいいね。そしてさらに職工の作業場が完成しました。中はこんな感じになっています。職工は作業機械が3種類あるので、ちょっと広めのスペースが必要だったんですよね。これならお利口さんも満足だね。さてそれじゃあ本シリーズ最後のお仕事、北条の泉の作成を始めましょうか。いつの間にか茜ちゃんが頑張ってくれたおかげで、ポヨと羊さんがこんなに増えていました。一人で頑張ったで、褒めてえな。さて北条の泉には彼らのお料理が必要なわけでして、そのためにはお肉が必要なわけでして。なんだと？あとはわかるよね。あんまりやりたくないけどしゃあないな。あかねちゃんはポヨを一瞬で肉塊にする能力を持っています。すげー。リムワールドみたいな生々しさはさすがになかったね。これで材料が揃ったので、ポヨのホットパイと羊のあばら肉の炙り焼きを作ってもらいます。美味しそう。ストーリーの進行に必要なんだから食べちゃダメだよ。ブーブー。これで全て揃ったので教会への寄贈品を作成します。ポヨのホットパイ、百姓パン、羊肉、トウモロコシ、いろんな食料をお恵みいたしましょう。キリはいつも優しいな。お、寄贈品が完成したみたいです。あかりちゃんだから自分で食べそう。そして残りはキリンゴットですが、敵のドロップ品で必要数が集まっちゃいました。ササラちゃんなんておらんかったんよ。ササラちゃんの家事レベルも5まで上がっていたので、どっちみち時間の問題だったけどね。ってことで石工に北条の泉を作ってもらいます。ゆかりさん、最後のお仕事ですぞ。はい、北条の泉の完成です。ついにストーリーが一つの区切りにたどり着いたね。早速設置しましょうか。おお、立派ですな。てっぺんに乗ってるのは黄金のポヨの像かな。このために犠牲になっていただいた生き物への弔いも込めてだね。さあこれでクエストクリアです。
能力値が1ずつ上昇し、いくつかの装飾品が増えました。これ、能力が6だった人は7になるのかな？限界突破するかな？お、みんな集まってきたね。みんな、お祈りしてる。あなたのご健勝を心よりお祈り申し上げます。お祈りメールじゃないよ。北条の泉、ここに設立です。今気づいたけど、マーさんもいるね。ほんとだ、あと地味に、マーさんの連書バトもいる。しばらく、喜ぶみんなの様子を見てましょうか。この人は、これからこの町のスポンサーになってくれる、エンバーさんやな。これで、この町は正式に、ギルドに認められたわけや。よく頑張ったで、みんな。まあ特に、一人で牧畜を頑張ったアカネちゃんのおかげやな。実際アカネちゃんは貢献度が高いから。さて、北条の泉が完成し、ストーリーもちょうどいい区切りになったので、このシリーズはこれで終了です。とっても楽しい、というか可愛いゲームだったね。ハースリングを観察するだけで、心が浄化されていく神ゲーでした。このシリーズはこれで終了ですが、ゲーム本編はまだまだ続きがありますよ。視聴者の皆さんも、遊んでみようね。ボイロモッドはいいぞ。それでは、そろそろお別れしましょう。これまでのご視聴、本当にありがとうございました。うぷなしの他の動画も、よろしくお願いします。ではでは、See you!